はようございます。朝の海外ニュースのお時間です。本日もまたいつものようにお待たせしてしまい申し訳ございません。本日からですね、ちょっと新しい、当番組新しいシステムを稼働させていたんですけれども、うまく、作用いたしませんでした。はい。まあ、そのような形でですね、もう、ご期待いただいたのに、ちゃんと時間に始まらないということにはね、大変、申し訳なく思っております。はい。先週ですね、界隈ではまたしても、多少動きがございました。その中で、いくつかですね、すみません、もうなんかダメダメですね。そうですね、前回に引き続き、青っぱねさん、V さん、さかなんさん、がらみの、ですね、なるほど1118さんのモデレーター、雪月花さん問題について、それから、ですね、TTT さんが以前、以前というか今もだと思うんですけれども、よくご覧になっておられる、某猫又チャンネルがですね、コロシアムという形で、いろんなリスナーさん同士をこう争わせていたというか、競わせていたというか、そういう状況があったんですが、そのコロシアムから、コロシアムという形態をですね、そういう形態から、もう遠ざかるというか、そういう形での主催みたいなことは、少し、遠慮しようと思うっていうようなことをおっしゃられまして、それで、V さんですとか、青っぱねさんですとか、父さんですとか、そこを、主に戦いの場にされていた方々が今後どうなるのか、そういった状況をですね、お伺いしていきたいと思います。昨日の、ちょこちょこさんのライブに、V さんがメインゲストとして出てこられまして、でその時にですね、TTTの意見を聞きたいというふうに言っておられたんですけれども、残念ながら なぜか TTT さんは姿を現すことなく、コメントも書かなかったという事情があります。一体なぜ TTT さんはアルフォト V さんから懇願されても、コメントを書くことをしなかったのか、まずその謎から迫ってみたいと思います。それでは早速ですけれども、コメンテーターの TTTSSS さんにお話を伺ってみたいと思います。今回からですね、ちょっと新システムを導入しておりますので、もし音声が聞こえない場合は、すぐさまですね、聞こえないというふうに書いていただければ、幸いでございます。おはようございます。TTTSSS さんでしょうか。そうです。はい。それではですね、早速、昨日、V たんの熱い熱い熱いリクエストにもかかわらず、姿を現さなかったことからお伺いしたいのですが。その前に、音量大丈夫ですか。音量いかがでしょうか、皆様。音声 OK というふうにね、一応、返ってきておりますけれども。聞こえますということですね。もう少し大きくすることもできますけど、いかがですか。この方が音量大きくなると思うんですよね。どうでしょう。十分聞こえてるというのであれば、そのままでもいいんですけど。はい。問題なく聞こえてますでしょうか。ですかね、大丈夫ですかね。音量少し小さめ。それではちょっと、これぐらいだといかがですかね。どうでしょう。少しね、レスポンスに、ね、時間がかかるのがちょっとこの悩み事でございますけれども、はい、です、グッドですってことですね、大丈夫みたいです、はい。はい、いいですかね。はい。どうですか。はい。で、これ続けて大丈夫ですか。大丈夫みたいですね、はい、OK ですということで、はい。そうですね、日曜の夜は基本的に外に出ていますので、はい。リアルタイムでライブを見ていることがほぼほぼないです。そうなんですか。はい。で、たまたま昨日はちょっともう、1時間ぐらい早めに始めて、
1時間ぐらい早く帰ってこれたっていうのもあったんですけども、はい、ライブの方はもう速攻で終わってしまっていたので、はい、そこに参加することも一切できずという感じです。あ、そうなんですか。昨日後からアーカイブを拝見になら、ご覧になられました？はい、後から。はい。いかがだったでしょうか、そこで V タンのご活躍は。ああ、いかず、持ち悪いことやってるなと思いました。あ、そうですか。なんか、ちょこちょこさんはかなりこう絶賛されておられたように思うんですけれども。はい。はい。それもダメですね。あ、そうなんですか。一体どういうところが、V さんは、まあ、TTT さんからこう、今、ダメ出しを受けているような状態なんでしょうか。まあ、その前に、ちょっとざっくりとした経緯、V さん登場までの経緯というか、そういったところもできれば合わせて、お話しいただければ助かるんですけれども。登場の経緯というか、はい、あいつが関与していること自体がおかしな話なんです。まあ、その通りだと思います。はい。続けちゃいますと、はい、この問題っていうのは、配信者も関係なければ、V も関係ない話なんです。はい。で、あまりこれ、広げることに、なんていうか、いいことはないわけですよ。はい。メリットというか、はい、誰のためにもならないことなんです。はい。それなのに、猫ひら、キナーゼ、そしてちょこちょこと、関係ない配信者に対して、はい、この意見を聞きたいと、見解を述べてもらいたいと、はい、V が触れて回るわけですよ、はい。この行為がもうとにかく気持ち悪い。はい、何考えてんだ、このバカと思ったわけ、ぼーっとしてしました、はい。何考えてんですか、この頭の大丈夫な方は、と思ったわけです。はい、そういうのもですね。はい。これを広められると困るっていう点については、坂なんが、なんか猫ひらのところでコメントを書いて、はい。あれはもう、何ですかね、坂なりの落としどころをつけたっていうことになってるので、はい。私もその内容というか、その意味とか意義についてちょっと掘り下げるのをやってしまうと、はい。私自身も青っ羽と同じようにやらかしていることになってしまうので、はい、それは避けたいんですけども、はい、ただまあ一言で言ってしまうと、魚の落としどころ、落とし前というか、はい、受けたのは、まあ、真実にはそぐっていないです。はい、ただ皆さんはあれでいいと思っているのであれば、この界隈ではそれでいいということにしといた方がいいという話になります。はい、で、関係ない配信者にその話を振っているということの目的なんですね、この気持ち悪い。はい。それっていうのは結局、サカナンとか青っ羽のことを貶めたいだけなわけですよ。はい。それと同時に、あと、絵からですね、自分が活躍してるんだぞっていうアピール。はい。なので、それをもろに受けて、お前活躍したなっていうふうに受け取ってしまうちょこちょこはそれダメなんですよ。はい。で、V にとっては手柄だし、配信者にとっては配信ネタ。はい。だけど、これはもう前にも言ってる通り、リアルに関わる話であって、はい。その配信者とか V とかが知って、見解を述べたところで、はい。何にもならないし、はい、何もできないわけです。はい。いらないわけです。はい。V も配信者も。はい。そいつらがネタにするためだけにやらせるような話じゃないのに、はい。配信者のネタにさせてしまっているというところですごくダメなわけです、この話は。はい。とりあえずこのぐらいにしておきます。そうですね。その点は私も、ほぼ同じ意見で、なんていうか、結局そのちょこちょこが V さんを褒めたのは、要するにその V さんがこうネタを持ってきてくれた、しかもそれがまあ、ちょこちょこ的には盛り上がったというか、配信でですね、昨日確か、この話題については3回目ということで3というタイトルがついていたと思うんですけれども、そうやってシリーズ化できてしまったっていうことで、まあ、褒めているっていう側面が大きいのかなっていうふうに思うんですね。要するにこうネタを持ってきてくれて、しかもちょっと美味しいネタを持ってきてくれた、自分のとこで起きた問題じゃないのに、はい、っていうことでこう覚えめていただくなって、でそれでまあ V さんもですね、こうなんていうんですかね、もうやっぱりもともとがサカナンさんと青っ羽さんの揉め事からスタートしているので、まあ、第三者的な形でですね、もう、
なんていうんですかね、こう上から目線で、だからそうなんよ、魚はいけないよ、青っぱねもいけないよ、みたいな感じでですね、こう、とうとうと述べていたところに、ちょっとこれはないなと思いながら、実は私も聞いていたんですね。そもそも言ってしまえば、はい、魚も青っぱねもダメなのは分かりきっていることなんですよ。はい。そのリアルに出していけないようなことを、リアルに関わる表に出していけないようなことを、はい、魚に対する脅しに使っていたり、はい、魚もそういうことを青っぱねみたいに、青っぱねとかあるいはゆずとか、はい、物事を考えずに喋ってしまう相手に話していたりとか、はい、でさらに魚はそれを煽ってしまったりとか、はい、ダメなことは分かっているっていうのはもうそれも多分最初の頃に俺ファイナルアンサーとして出してると思うんですよ。はい、それをわざわざ配信者に聞いて回る人なんかねえわけですよ。はい、配信者の見解とか、はい、別に配信者が言ったからといって何が変わるわけでもなく、ただ単に被害者が出るだけの話なのに。はい、とこう見解を聞くというか、まあ、なんですかね、例えば検証するみたいな言い方をするんですけれども、はい、皆さんですね、リスナーの皆さん、その問題もしご存知であれば、その雪月花さん絡みのその魚さんと青っぱねさんの争いを、どっちが悪いかとか、どっちがどうのっていうのは、もう見ている方、もう分かった話だと思うんですよね。そんなこといちいち解説しなくても。どっちも悪いだろうっていうのは、もう最初から皆さん分かっていたと思うんですよね。でもちろんそれをちょこちょこが知らなくて、ちょこちょこに説明するっていう風なね、ところから、まあ、V さんの会、ゼロ円さんであったり、V さんの会のっていうのは、スタートしてるんですけど、まあ、ゼロ円さんはもう、多分、昨日は出ておられないんですよね、多分ね。少なくとも伝突とかでは。まあ、V さんの会だったっていうのはあるんですけどね、昨日名前をつけて、まあ、V の会みたいな感じで。で、それでまあ、扁桃腺で、を晴らしてですかね、熱も少しあるっていうふうにおっしゃってましたかね。まあ、それで無理した中でもう名前がついていたからって言って、もう体がきついんやって言いながらもう危機として出てきたのがですね、もう声からルンルン具合が伝わってきたというか。はい、あれおかしいですよね。いや、まあ、どうぞ。ギャン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 やってたのに。はい。仮に本当に扁桃腺だったとしたら、それ悪くなって当然じゃんと思うんですけど。まあ、ちょこちょこさんのところに至る前のそのキナーゼさんのところだったりっていうところですよね、青っぱねさんのところだったりっていう感じで、ほぼほぼもう休みなくその話題でこう出まくっているって状態で、はい、はい、ちなみにその大体の動きを追うとですね、まあ猫平さんのところで、まあ、最初青っぱねさんとさかなんさんの、まあ、そのお互い煽り合いからですね、とばっちりでその雪月花さんの件というのが、まあ、暴露されたみたいな形になっていて、でその後ちょこちょこさんのところに、まあ、持ち込む人がいました。まあ、持ち込んだのが、まあ、そうですね、まあ、口を出したのが、まあ、ちょこちょことはいえ、まあ、持ち込んだのは、まあ、V さんと言っていいのかなというふうに思います。そういうふうに言うと自分じゃなくてゼロ円が説明したんだというかもしれないですけれども、まあ本格的に持ち込んだのは V さんなのかなと。でその後、まあ、ちょこちょこのところで2回ほどやったんですが、まあ、青っぱねさんのチャンネル、まあ、それをご本人、青っぱねさんご本人のチャンネル、それから、納豆キナーゼさんのチャンネル、そしてまた、ちょこちょこさんのチャンネルということで、もう場所を変えてですね、まあ、じわじわとこの件炎上していき、一応先ほど TTT さんもおっしゃっていただいたんですが、まあ、さかなんさんの方がですね、一応こう幕引きを図っているようには見えます。はい、が、どうですかね、これでこのまま収束しそうな感じですかね。これはもう、これ以上ネタないので、基本的には収束です。はい、これを俺がこれ以上掘り下げるのも、やむへびなんで、そうですね。それではちょっとその V さんの、はい、どうぞ、はい、どうぞどうぞ。もうこれ、魚がつけた決着で、これ以上俺があまり言うべきではないっていうところに来た。はい、それでは昨日 V さんがですね、まあ、TTT の意見が聞きたいっていうふうに言っていたんですが、もうそれについてはもうこれで終わりということで。はい、打ち手ボケって感じですね。いや、V さん、聞いていただけましたでしょうか。もしどうしてもですね、直接聞きたいのっていう場合があればですね、スカイプでぜひ、こちらにご連絡いただければと思います。はい。もうなかなかですね、そうですね、まあ大体ここに今コメントを書いていらっしゃる皆さんはですね、大体の流れはご存知だとは
思うんですけれども、ちょっと私がですね、あまり終えてない点がございまして、まあ、納豆キナーゼさんのところなどはですね、全く今聞けてない状態なんですけれども、どういう状態だったかっていう。はい。なので、もう何かですね、コメント欄の皆様の何かご意見があれば、お聞かせ願えればというふうに思います。はい。そうですね。まあ、いろいろ話題があるようでない、なく、ないようであるような昨今なんですけれども、V さんがですね、主戦場にしてきたというか、これまでですね、はい、某猫又チャンネル、そちらの方が、一応、こう、質問ですということで、質問いただいたんで、先にちょっとそちらを、お魚さんはなぜ、お口の硬いブルーさんに、お話ししてしまったのでしょうか。単純な興味ですすみませんということなんですが、まあ、酔っ払ってたかノリかのでしょう。高南さん聞いてくださいって言ったんですけど、まあ、酔っ払っていたかこうノリで喋ってしまったか高南さんに聞いてくださいということなんですけれども、はい、まあ、私ですね、一応この件が勃発した後ちょっと高南さんに連絡を取らせていただいて、でそれでまあ、少しお話を伺うことが、お話を伺ってはないっていうか、いやいやいや、お話は伺ったんですが、ちょっと私がですね、こう質問を打つのがめんどくさいので、通話でお願いできないかって言ったところ、もう通話は絶対応じることができないというふうなことを言われまして、はい、で、でも私はちょっと書くのが面倒なので、私は通話で話をして、返答をさかなんさんが、チャットに打つという、こう、なんとも、まだるっこしい感じでやり取りをさせていただいたんですね。で、なんでちょっと通話できないんですかって、別にその話以外聞くつもりないからっていう話をしたら、どうしても、V タンに対して後ろめたいんだというふうに、言われまして、はい。よく何が後ろめたいのかよくわかりません。はい。はい、はい。なんで、ちょっと、まあ、そういう形でですね、こう、まあ、私は説明、口でベラベラ喋り、さかなさんからはちょっと簡潔にご返答いただくっていう形で、いただいたんですが、その時にですね、その時は、やっぱり青っ羽さんを、がそういう方だと知らなかったということでしたね。一応、いただいたご返答としては。ただ、知らなかったとはいえ、結構、その、なんていうんですかね、こう、守らねばならない、なんですかね、こう、秘密であったわけだと思うんですよね。はい。で、それを、こう、やっぱり、こう、安易に言ってしまった。で、しかも、その前にはですね、そのボンバーエさんに対して、まあ、ボンバーエさんが、その、拡散したと、しただろうということに対してですね、その V さんと一緒になって、攻めていたんですよね。さかなんさんは、うん、でそのことについて何て言うんでしょう、あれだけ責めていたのに実際はっていうところは、まあ、ちょっとかなり厳しいのかなというふうには思いました。でまたですね、ちょっとこれは今の段階でどこまで明かせるのか、どうしようかな、ちょっとこれはやめておきます。はい。ちょあの場合によってはですね、私のこの発言を原因にまたV さんたちが持ち込む可能性があるので、ちょっとやめておきますけども、はい。またですね、ちょっと質問ですかね。もうやたら傷つく人が出るのが分かっているなら、もうやらん方がいいですわね、っていうことで、そうですね、はい。あと、なぜビッチさんは話をでかくしたがるのかな。絶対揉めさせたいだけのようにしか見えないっていうご指摘もあるんですけれども、この件に関しては TTT さんいかがでしょう。揉めさせたいというよりも、はい。いや魚への攻撃を自分の手柄ですよね。あ、やっぱりそこはこう配信者の覚えめでたくなりたいというのが今回、まあ、主目的だったんですかね。ちょこちょこさんに対しては特にどうでしょうね。うーん、まあ、2つともほぼほぼ 50% ずつぐらいだと思うんですけど、はい、そうですね。もう、まあ、特に、まあ、今回ですね、この話を持ち込むと、まあ、ちょこちょこの反応が良かったっていうのも正直なところなのかなと思います。
なので、その点でいうと、そのちょこちょこもまあ嫌がってなかったというか、むしろこう歓迎していたというところが一番大きいのかなとは思いますね。はい、はいはい、そうですね。ちょっとその持ち込んだ件に関しては、まあ、V さんが今回の件に関しては、 V さんは当事者ではなくて、まあこう何ですかね、こうご意見番じゃないんですけど、第三者的な形で入ってきてるわけですよ。ちょっと解説します的なね。で、サカナンさんはちょっともう口をつぐんでいるので、まあサカナンさんにですね、もう上がってこいって言いながら、まあ自分が出ていくっていう形でですね、自分が出ていかないと、もう話が進まないだろう的なポジションなんですよ。で、これが何かっていうと、まあこれまでの青っぱねさんのトラブルの介入の仕方なんですよ。皆様そこに、はい、お気づきでしょうか。2人とも同じこと、はい、同じ性質のことをやっちゃうんですよね。そうなんですよ。だから青っぱねさんは好んでこういう形で、まあ、口を突っ込み、でそれをまあ主にですね、もう猫またチャンネルの方に持ち込み、でそこでこう正義感青っぱねっていうポジションを築いてきたわけなんですよ。はい。なので、まあそこがですね、今回の、まあ、一つ、この、この問題を、まあ、見るときのポイントなのかなと。要するに、こう、V さんが、まあ、好んでですね、青っぱねさんが、トラブルをこういう形で扱うときのポジションを取りに来たっていうふうに、考えると、まあ、わかりやすい。まあ、一つですね、わかりやすいのかなというふうに思います。はい。正直、ごく狭い界隈の揉め事には飽き飽きしています。まあ、その通りですね。で、もし、中村さんですね、TTT さんに語ってほしい、テーマなどありましたら、ぜひ、ここに、お書きいただければというふうに思います。はい。日付したい、揉めさせたい、わざわざ、ポジモイってことでね。まあ、そこがですね、まあ、いろいろ、こう、トラブルが、まあ、あったとして、それが、界隈で、まあ、大したトラブルでもないのに、最初は、どん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 、肥大化して、複雑になり、その、当事者同士の争いが激化していく原因なのかな、というふうに思います。はい。これはあくまでも推測ですが、誰かがガサネタを炎上目的で界隈の方に少しずつ違う形で流して、揉めさせているのを目的にしている人がいるように、推測しています。そして配信者やリスナーを潰すのを目的にしているのでは、問題は悪意があるかないかですね、というご意見が出たんですが、これに関してはいかがでしょうか。そこ、悪意があって持ち込ん、こう、ガセネタを持ち込むような人がいるんじゃないかっていうようなことだと思うんですけれども。はい。これは文化と言ってる。まあ、V に限らずということですかね。まあ、V さんに限ってはじゃあどうでしょう。まあ、揉め、なんていうの、自分活躍するためにはやっぱり揉めていた方がいいわけですから、はい。この些細な問題を大ごとにするっていうのは当然やってますよね、もう逆転で。やってますね。例えば、まあ、私と V さんの、まあ、トラブル始めみたいな、ね。まあ、その、どこがトラブル始めかって難しいんですが、みたいなものが、まあ、カリスマ君のチャンネルにおける、まあ、ブロック問題っていうのがありまして、昨年1月、初旬に始まったんですけど、それにせよ、こう、なぜあそこまで、大ごとにされて、まあ、1年以上にわたってですね、こう、叩かれ、そして、まあ、その当事者同士、まあ、当事者っていうのは私と、まあ、ゆずさんっていう、北海道のゆずさんって、最近また名前がチロチロ出てていらっしゃる方ですけど、まあ、その方との間のことっていうかね、そのゆずさんが、なんか私の書いてコメントが見えないって言い出したところが、まあ、こと始めなんですよ。で、そこに V さんは何の関係もないじゃないですか。で、そこに、まあ、V さんが介入してきて、まあ、その後1年にもわたるですね、こうトラブルの1年以上にわたるトラブルが始まったわけなんですよね。うん、で、それにしたって、そのブロックしたかしてないかとか、まあ、その見える見えないっていうのが、そこまでですね、そんな問題なのかなって思うんですよね。まあ、してや私、単なる一リスナーだったので、でその人のコメントがなんか見ることができないっていうところから、まあ、1年以上にわたるですね、まあ、その、もうどん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 こう関わる人も増えていってトラブルになっていったんですけれども、
もうそれこそなんかまあ V さんがですね、まあカリスマのところのブロック問題っていう形で、もういろんな配信者に持ち込んだりっていうところもあったので、まあそのブロック問題に関してはですね、3月ぐらいに実はちょっと新たな事実が判明しております。なんですが、まあね、こう判明したことをですね、まあどうしても言いたくないんでしょうか。はい。そういったところでですね、もう私としてもいろいろこう複雑な思いを抱えているところなんですけれども、まあ、早くですね、これがもう皆様にお伝えできる日が来るのを祈っております。はい。そうですね、なぜ配信者の見解を述べさせたいかというと、まあ配信者の見解を述べてほしいと言いながら、まあ要するに自分の見方をしてほしいって言ってるわけですよね、 V さんっていうのは基本的には。うん、見方をしてほしいっていうよりもやっぱり手柄ですね。手柄、なんかこう、ようやったって言ってほしいってことですかね。うん、言ってほしいだけじゃなくて、やっぱり、どこの自分がおつぼね様になりたいわけですよ。はい。まあ、結局そういう、配信者が V すごいっていうことで、まあ、それにこう同調するというか、ああ、V さんっていい人なんだ、みたいにこう、見るリスナーも増えると思うんですよね、実際問題。そして、逆にっていうのが。はい。で、チャンネルの分断に導くという効果もあると。そうですね。やっぱりこう、はい、どうぞ。はい。チャンネルを支え、配信者が大丈夫でも、チャンネルを支えるものがなくなるわけですよ。はい。それをやると。はい。DV は意にそぐわないやつのことを攻撃し始めるわけだから、すぐに。はい。おつぼねぶって、おつぼねというか、あれですか、突筋ずらしてですね。はい。まあ、そうなっていくので、ちょこちょこは大丈夫っていうことじゃないんです。はい。ちょこちょこは特別な存在で、他の配信者と違ったとしても、はい。リスナーはそこらのリスナーと同じなので、はい。リスナーは潰れていくわけです。はい。潰されていくわけです。はい。で、ちょこちょこを支えるものがなくなるわけです。はい。なので、ちょこちょこだから大丈夫ということはないので、はい。そこは勘違いしないでほしいんですよ、まあ。自分は特別だから大丈夫じゃないんです。はい。ちょこちょこは特別でも、リスナーは特別じゃないので、ちょこちょこもダメになるんです。はい。この状況を放っておくと。はい。まあ、なので、今、こう、ちょこちょこはですね、この状況を放っておくと、まあ、ダメになるっていうご発言が TTT さんからあったんですけれども、これが一応ですね、まあ、この状況で進めばという前提はあるとは思うんですが、これが一応 TTT さんからのちょこちょこチャンネルへの、まあ、予言ということでよろしいでしょうか。そうなりますね。はい。そうですね。まあ、そして、まあ、その道をですね、ある意味、こう、辿ってしまったというか、まあ、その先にどうなるかというのを、まあ、見せてしまったのが、まあ、猫股チャンネルなのかなというふうに、今、私、考えているんですけれども、おとといでしたかね、スナック、まあ、猫股閉店というようなタイトルの動画を上げられていたと思うんですが、そちらは TTT さんはご覧になりましたでしょうか。はい、それは見ました。はい。まずちょっと、まあ、内容をざっくり、説明させていただくと、まあ、先ほどもですね、私が指導モドルになりながら言ったんですけれども、まあ、これまでコロシアムみたいなね、名称で、リスナー同士をですね、まあ、リスナー同士を争わせていたというか、まあ、V さんが持ち込むネタを、まあ、一方的に配信させていたというか、そういうスタイルでやっていた、まあ、配信は、もう今後は、控えますというようなご発言をですね、されました。はい。で、彼としては、まあ、揉め事を、こう、起こしたり、激化させたりということではなく、解決させたかったと、当初はですね。で、相手の人にも、要するに V さんたちが一方的に喋るのではなく、相手の人にも反論してほしかったと。ところが、こう、相手が反論することがないパターンが続いてしまったというような形で、まあ、それに対する、こう、まあ、思いというか、お考えを述べられ、まあ、最終的には、こういう形での配信は少し控えていきたいと思うと、自分の動画であったり、まあ、自分の言うことをこう発信する形をもっと強めていくというふうにおっしゃっておられました。これについては TTT さん、はい、やっぱり、まあ、V さんのそういった、猫ひらチャンネルでの、猫股チャンネルでの、まあ、ある種の活躍が原因でですね、
少しこう距離を置かれたようなところがあると思いますので、その点についてご意見を伺ってよろしいでしょうか。はい、まずロシアで戦わせてというお互い分かり合うための場所に立ってほしいみたいなことを多分猫平は標語していたはずなんですけども、はい、こういう風な使い方じゃない使い方をしてくるやつがいるのってもう分かりきってるじゃないですかっていうのがあって、はい、それが V なわけですけども、はい、そこをまず見極めるのが遅すぎるっていうのがダメなところですよね。そうですね、はい。次に、新しいことを始めるからやめるとか、飽きたからやめるっていうのはいいんですけども、はい、そこに誰かのせいだけでやめるみたいなことを匂わせるのはとにかくダサいですよね。そうです。ちょっとね、これ私が口を挟むとね、やぶ蛇になるかなと思いながらね、なかなか難しい立場なんで、どうぞどうぞお続けください。はい、17分ぐらいの動画だったと思うんですけども、はい、おそらく半分以上だったんじゃないかなと、まあ、測ってないんで分かんないですよ。はい、印象操作になってしまうかもしれないですけど、半分以上は誰かのせいで嫌になった的な匂わせになっちゃってますよね。そうですね、はい。ダメですね。まあ、でこれ最後がちょっと深い話になってたんですけども、はい、だいぶ前のことなんですけども、はい、猫ひらは闘技場にオーナーが剣を用意していると、はい、剣、剣、はい、この剣を使うのは許されていることなんですけど、はい、それを使わないやつをていうかその使わないやつのことをあざ笑っていたわけです、はい、猫ひらは、はい、オーナーの立場で、でも剣を使って無駄に血を流して、闘技場を汚さないという選択をする美徳っていうものが逆側にあるわけなんですよ。はい。このことを認めて、おもんぱかってやらなきゃいけないのっていうのは、そしてありがたがらなければいけないのは、本来はオーナーの仕事なわけなんです。オーナーの役割というか。はい。それがなかった、逆だったことがちょっと、猫平がコロシアムのオーナーの器ではないなというのを、私が最初に感じた、エピソードなわけなんですよ。はい。なので、まあ、これは、こうなって当然、叱るべきものだと思いますね。はい。まあ、その、猫又さんがですね、こう、おっしゃっていた、こう、辞める原因というのが、まあ、これはあくまで私が、その、配信を拝見して、まあ、受け取った内容であることは、皆さんご承知おきいただきたいんですけれども、まあ、猫又さん自身がですね、まあ、積極的介入しないというか、ジャッジをしないというか、まあ、そういう形で、ほとんど、最近特にそれが顕著だったんですけど、ほとんどの時間、その要するにこう物事を持ち込んだ側、でかつ伝突三女帝と呼ばれる方々、まあ、そしてその方々に近い人たちが、まあ、延々とですね、こう猫又さんのライブ中に話していると。で、猫又さんは話さない。チャンネル主の猫又さんは話さない。まあ、あるいはもう寝ているような時もあったわけなんですよね。まあ、寝ているっていうことで、もう出てこないっていうことももうたびたびありました。で、その中で、こう、一方の、自分としてはもう一方側に出てきてほしいんだけれども、もう出てこない、相手が出てこないということもあって、まあ、一方がずっと喋っている。で、その状態で、こう、なんか反対側の人、要するにその喋っている人の敵対陣営がですね、猫又チャンネルは乗っ取られているであるとか、なんかそういったことをですね、こう、言ってくるんだと。まあ、言ってくるというか、まあ、言われるんだということをですね、おっしゃられていたんですよ。で、その敵対する陣営の中、その猫又チャンネルでずっと喋ってる人と、まあ、敵対する人って言われたら、まあ、私もそうなんですけれどもね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、で、ただね、私は特にその、なんか言った、なんだろう、まあ、言って、乗っ取られてるとは言ってはないと思うんで、まあ、どなたかが、まあ、言われたと。しかも、こう、一度や二度ではなくて、かなり、まあ、しつこく、まあ、少なくとも猫又さんの耳に入るような形で言ったのかなっていうことが推察されたんですね。で、まあ、これ勝手に、ここから本当に完全に私の、想像なんですけども、今回、まあ、こういう形で、言われたことの裏にはですね、
直近のその揉め事というのが、雪月花さん絡みのその V、青っ羽さんと坂南さんの、猫又チャンネルでのその煽り合いに端を発して V さんが介入してきた件なのかなと思うんですよ。で、そこで何が起こったかっていうと、結局その伝突三女帝、猫又チャンネルの伝突三女帝のうちのお二人、V タンと、青っ羽さんがですね、まあ、戦うことになってしまったというか、もう双方を批判するというか、そして、まあ、双方の味方の猫又チャンネルのリスナーがですね、こう分断されてしまったというか、二分されて争うようになったと。なので、結局、その、これまで一緒に、外部に仮想敵みたいなのを作ってですね、チャンネル一丸となって、いろいろ、こう、いろんな人のトラブルに口を挟んできたり、介入してきたりしたのが、その、これまで一丸となって仲間として戦っていたとか、誰かをタコ殴りにしていた人たちがですね、まあ、内戦をしているような状態になったのかなと。そして、なんかもともと、まあ、猫又さんが、その、リスナーさんと どの程度お付き合いがあってるかはわからないんですが、その、おそらく、その、個別に、こう、猫又さんを取り込もうと、連絡してきていたような状態になったのかなと。そして、まあ、そういったことがもう、いろんなことが重なったんでしょうけれども、そういったことが嫌になったのかな、みたいに、ちょっと私は判断しているんですが、まあ、TTT さんはそのあたりはどういうふうにご覧になっているでしょうか。まあ、最後に言われたことが、私もそれ言おうと思ってたことなんですけど。あ、そうなんですか。はい。猫平の敵をみんなで叩くっていうスタイルで確立していたんです、もともとは。はい。それが、リスナー同士で争う形になってしまっているわけですよ。はい。これは、チャンネルが存続しなくなる要因の一つですよね、明らかに。そうですね。まあ、猫平、はい。片方に取り込まれてるって、それ言われて何が問題なのって感じなんですけど、はい、それすら言われるか嫌ならもう最初からやるなよっていうレベルの話ですね。はい。だからこっちは、このロシアムの器じゃないってことなんですね、要するに。はい。になります。はい。もう、要するに、まあ、その猫平チャンネルが、一丸となって、まあ、外のに作った敵をですね、叩いていたにもかかわらず、まあ、今ですね、こう内戦というか、シビルウォーというか、もうそういった状態になっているのが、まあ、やはり、まあ、一番、今回の決断に至る理由だったのかなというふうには思います。皆さん、いかがお考えでしょうか。はい。で、そうですね、まあ、TTT さんが、まあ、今後ですね、猫又チャンネルとは、まあ、どのように、関わっていくというか、まあ、どのようなスタンスで見ていかれると思われますか、ご自身は。現状のままですね。現状のまま、はい。まあ、なんか面白いことやってれば、手挟むし、はい。もう猫平ファンになることはない。はい。そうですね。まあ、ごめんなさい、TTT さんが、こう、猫平さんのところから、まあ、少し距離を置かれたというか、そういった原因、その原因っていうのは、その、まあ、やはり猫平チャンネルにおける V タンの、まあ、ある意味の活躍だったんでしょうか。基本的には違います。あ、違うんですか。もしちょっと お話しいただけるんであれば、そのあたりのことを。V の活躍というよりも、やっぱり、積み重なってきた矛盾と、はい、もう見限るにある落ち度の積み重ね、そしてその加速ですよね。コロシアム運営に関して、はい、当初、まあ、コロシアムっても多分最初に使われたのが私への対応だったというかね、まあ、V タンと、あと、まあ、耳毛ですね、ここのチャンネルでおなじみの、そして、まあ、ネットリンチグループがですね、まあ、最初、なるほどさんのところに持ち込んだんですよね。カリスマチャンネル、カリスマさんのチャンネルで起きた、まあ、ことについて。で、それを、で、ま、なるほどさんは割とですね、早期にそこからは離れられたんですよ。で、その後ですね、まあ、1ヶ月、1ヶ月半ぐらいですかね、して、まあ、猫又チャンネルに持ち込んだわけなんですけれども、で、そこで多分、初めてコロシアムみたいな形が、コロシアムみたいなことをですね、まあ、おっしゃられたのかなっていうふうに私は記憶してるんですが、当初 TTT さんはその当初のコロシアムに関しては、まあ、賛成というか、特に問題はないというふうに思われていたんですかね。最初は
双方出揃った状態でやるから、はい、それはそれで良かった部分もあったと思うんです。はい、ただ、片方が出ない状態でやるっていうことについて、はい、なおかつ見てこない人に対して、はい、中立制作というか、ほぼほぼ脅迫のような動きを見せるようになってきて、はい、このあたりからもう、殺し手はもうやる器として不適切だなっていうのを、まあ、大体感じてきたわけです。はい。まあ、その出ない人に対して、まあ、逃げたである、ような形で煽ったりですとか、まあそのこう猫平さんがどこまで意識されていたのかわからないんですけれども、まあガセネタをまあ好きなように喋らせて、でそれに何のこう補正もかけない でしかもそのガセネタが流されているっていうことで、ますますその足が遠のくわけなんですよね。あの反対側の立場の人間からすると。で、あそこは特にそのリスナーさんももうコメント欄でも言葉が激しいわけなんですよ。まあ、はっきり言いますけど、暴言もひどいし、まあ、それこそ私なんか実際やられましたけど、まあ、風山をね、56するみたいなこと平気で言ってみんなで盛り上がるみたいなところなんですよね。そうなってくると、もう誰も出ないっていう話になりますよ、普通考えれば。で、あと、まあ、本当に私これ当初から言ってますけど、あの、いつやるっていうのを、もうその、持ち込み側が決めるんですよね、一方的に。で、こちらには何の連絡もないんですよ。やりますとか、あのやるから、あの、反論しに来いとかですね。まあ、その、言われても出たかどうかって言われたら、ちょっとそこは疑問ですけど、かといっても、こっちが知らないところで勝手に好き放題、もしかもデタラメを言われていて、で、それで、その、まあ、猫平さんがどこまで意識的にやっていたかわかりませんけれども、あ、そうなんだ、あいつそんなことしてんだ、あいつひでえやつだな、みたいなことを言われるんですよね。合いの手として。でそうすると配信者がそう言ったってことで、ますます それを見ていたリスナーがですね、こうあいつそんなことやってたな、あいつ極悪人だな、ひでえやつだな、まあ、56したいなみたいな風になるわけですよ。そこはどうしてもそのチャンネルの方向性として、はい、でそうなっていくと、ますます相手側は出るわけないじゃないですか。そんなチャンネルっていうもうレッテルもついちゃうわけですから、どうしても。でそこで何を言っても無駄だっていう風にそれは思うと思って当たり前だと思うんですよね。で、ましてや、まあ、それが本当、ガセであればあるほど、あの、まあ、ガセを扱うようなところは、もう何を言ってもっていうふうにもなりますし、その、チャンネルの信頼性自体もどんどん低下していくっていうのは、もう、やむを得なかったと思います。で、そのような中で、その、V タンであるとか、あるいは、こう、よし、心の日記とかがですね、まあ、あの、ガセネタを持ち込んでたっていうことが、徐々に判明していくわけですよ。V タンが嘘をついていたりとか。で、それで嘘をついていたってことを、また V タンであるとか、またヨッシーとか、まあ、そのあたりが、認めると。で、認めたら、まあ、認めたってことで許すんですよね、猫平さんが。はい。で、そこもやっぱり、こう、リスナーさんが、まあ、少しずつだけど、目に見えない形で離れていっていたんじゃないのかなと、私は思っているんですね。ああ。はい。よかった、いらっしゃいますね。はい。覚えのある人が。はい。あの、ケイクさんだっけ、あの、はい、あざと、マリンブルーとか名乗ってた気がするんですけども。マリンブルーさん。私ちょっとご存じ上げないんですけど。そのマリンブルーになったあたりの過程を全く見てなかったんですけど。はい。ですね、コロンさんが嘘をついて、それバレたときに、はい。ケイクさんは、あの、やっぱりなんかそれ認めちゃうのはおかしいよねっていうことをしていたんですけども、話していたんですけども。はい。でもやっぱり周りの雰囲気にのがもう飲まれて、はい、私がちょっと考え違ったかなみたいな修正しちゃったわけですよ。はい。ずっとアテレビで。はい。それを見て、まあ、そのマリンブルーって人はあまり俺と相性のいい人ではなかったんですけど、はい。マリンブルー警部さんですね。はい。だからその人が結局、その後離れて、なんか決意的に揉め事を起こして離れてきちゃいましたね、あのチャンネルから。ああ、そうなんですか。私ちょっとその辺のね、経緯はわからないんですけれども、まあ、そういった形でですね、私も実際見ていたんですけども、ヨッシー心の日記の嘘がバレた回っていうのがあったんですね。で、その時に、その、まあ、皆さん経緯はご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、もともとそのヨッシー心の日記というのが、ブラックおばさんという動画を上げていた配信者の、まあ、影響もあってか、まあ、そのブラックオーバーさんって動画を上げていたですね、配信者とすごく親しかったので、ヨッシーは、まあ、かなり吹き込まれていたってことはご自身もおっしゃられていたんですが、
まあ、あの私のことをですね、もういきなり攻撃し始めたんですよ。こう動画を上げたりされて。はい、でそれで、まあ、ずっとその私がヨッシーのところにコメントを書いたり、なんでそういうことを言うんですかみたいなことを書いたりすると、またそのブラックオーバーさんの動画を上げていた人がですね、もうそのヨッシーをこうコントロールして、すぐに風山をブロックしろと、そういうコメントを書かせるなと。あとはそのツイッターで、ヨッシーがですね、当初私のコメントを見て、話しませんかっていうことで、ツイッターに DM をくださいっていうふうに、言ってこられたんですけど、私が DM を書く前に、もうツイッターをブロックしろと言ってブロックさせるみたいな。で、さらにその叩く配信を続けさせるっていうようなことがありまして、まあずっとまあ私としてもですね、ちょっとこれはいかがなものかと思っていたんですね。で、ある時私が、ちょっとヨッシーさんの方に、伝達をしまして、ヨッシーさんライブ中に。で、そこで話をして、一旦、こう、もう双方触らないっていう形で決着がついたかに思えたんです。そしたら、その翌日か翌々日だったと思うんですけれども、なぜか、ヨッシーさんがですね、その時の伝達の素材を猫又さんに提供していて、で、お互いもう双方触らないって言いながら、私をもう集中的に叩いてるチャンネルに、持ち込んだとはちょっと思えないんですけど、まあ、誰かがその猫又さんにそういうことがあったよってことをご中心にあったのか、でそれでまあその猫又チャンネルに持ち込んで、もうそこでですね、まあ、猫又さんご本人もですけれども、リスナーさんともども、もうひどいことを書いていたんですね。まあミラーではないんですけど、まあ、その録画をまあ、猫又さんのチャンネルで配信しながら、もうボロクソにやられてまして、私、もうなんでここまでやらなきゃいけないんだってくらいやられていて、でそうした中、私が、まあ、西野響さんという配信者の方と、まあ、ヨッシーさんが揉めた件に若干触れたんですね。でそこで、その話題が、まあ、猫又チャンネルでも触れられて、でなんでかというと、ヨッシーさんが、西野さんからストーク、キング行為を受けたという主張されていて、でそれを、信じていた猫又さんも西野さんをそのヨッシーさんの証言をもとに叩くっていうことをやられていたんですね。1ヶ月以上ぐらいですかね。でそうしたところ、実はヨッシーさんがストーキングされていたのではなく、まあ、逆に西野さんが被害者だったってことがバレたんですよ、その配信中に。でそうしたところにですね、まあ、猫又チャンネルの、まあ、ヘビーリスナーで、もうずっとコメントを書いているような、まあ、ある私のアンチがいたんですけれども、最初、配信が始まったと、配信が始まった時は、もうずっと私のことを叩いてたんですよ。で、ヨッシーよくやった、みたいな感じで叩いていて。でところが、ヨッシーの嘘がバレたら、なんだよ、それ、みたいなことを書き出したんですよ。で、もうヨッシー嘘つきみたいなことをね、言い出して。でそして猫又さんが、いやでも許すと、何のこう食材もなしに許すと言ったら、なんかおかしいだろそれみたいなこと書いたんですよ、その方が。はい、はい、なんですけど、でもそのこう猫又さんのその何ですか、ヨッシーさんをかばう発言であったり、そのこととこのことは別なんだみたいなことをおっしゃったりす、嘘をついても素直に告白したからいいんだみたいなことをおっしゃったり、そしてそのコメント欄が、ヨッシーさんが嘘をつこうが何しようが、結局彼らが敵と認定をしていた、当時敵と認定していた、その西野さんを叩ければいいみたいな人たち、まあ、あるいはその配信者に同調する人たちが、いや、ヨッシーさんよくやった、よくやった、よくやった、みたいなことを書いたらですね、なんか、おかしい、おかしいって何度も書いていてにもかかわらず、まあ、またヨッシーさん、また、お疲れ様でした。また来てねみたいなことを書くわけなんですよ。はい、まあ、だからそれを見ていてね、本当にね、ここは怖いなっていうふうに思いましたね、あのチャンネルは。はい、皆さんですね、そういったところも、ここの、今ご覧になっている中にも、当時、猫又チャンネルにも参加されていた方もいらっしゃると思うので、ぜひご意見をお聞かせいただければと思います。はい、このチャンネルに限らないんですけども、はい、分かってないくせに。はい、この場のノリで、なんか、とんでもない暴言吐く人が若干目いるんです。はい。そういう人たちがちょっと、最近、いいな。そうですね。で、まあ、まあ、私も実際配信を始めてから思ったんですけれども、やっぱりそのリスナーさんたちが、まあ、盛り上がっていってというか、まあ、若干こう、その時、私が、
ネタにしていた人に対して、まあ、良くも悪くもいろんな発言が出てきたときに、こう、やっぱりこう、エスカレートしすぎないようにするのは、配信者の務めなのかなというふうに思うんですね。で特に、まあ、YouTube では割と、発言フリーダムというか、まあ、いわゆるこう放送コードみたいなものがないというか、まあ、ないので、まあ、本当にもう、ひどい言葉を書かれる人っていうのが少なからず、まあ、このチャンネルではいないですけどね、某チャンネルにはもうそういう方たちが、まあ、複数名生息しておられて、で、それで、まあ、その双方の発言でまたそれがエスカレートしていくっていうのは、もうこっちが A っていうひどい言葉を言ったら、もうこっちは B ってもっとひどい言葉を言って、さらに C っていうもっとひどい言葉が飛び交って、で、その結果がやっぱりね、誰々56するみたいなことが平気で出てくるっていう状態になったのかなと思いますね。はい。で、ただ、猫又さんはそういったことにはどういうふうに思われていたと思いますか？そこは問題視してなかったように私は思うんですけども。その辺はコントロールしないというスタンスですって。結局、そこにこうご自身が飲み込まれてしまったのかなっていうふうに、まあ私は思います。はい。昭和のカズヤン、ドラゴンチャンネル、ドットコム、修羅の独り言、カモフラなど、なぜか縮小していきましたね。何が起きていたのでしょうかっていうことなんですが、まあ、一つはですね、まあ、何でしょうか、ごくごくざっくりなことを言うと、失礼します。ドラゴンチャンネルさんはちょっと、別にして、一つはですね、まあ、この方、今名前が挙がった方たちっていうのは、まあ、N 国界隈と呼ばれている人というか、N 国関係の話題を取り扱って いた人だと思うんですけれども、まあ、N 国自体がですね、もう急速に収束したので、そこがまず一つあったのかなとは思います。はい。で、その一方で、やはり、某ですね、V さんが、こう、暗躍というか、少なからず関わっていたところでもあるので、まあ、そこに引きずられた部分も、泣きにしもあらずかなと思います。ただ、ドラゴンチャンネルさんに関しては、まあ、そこの閉鎖に関わる部分で、まあ、V さんのですね、まあ、動きがあったと言っても差し支えないのかなとは思います。はい。はい、TTT さん、何か追加のご意見などあれば。この辺、追加についてはちょっとないけど。はい。アラン・スミシーに関してちょっと一言あ、どうぞ、はい。どこか。はい。そうですね。彼は別に復活という感じではなく、もともと、まあ、ちょっと潜り気味ではあったけど、いたんじゃないかなと。はい。でですね、印象操作と言われかねないので、ちょっと言葉を選びたいんですけども、はい。自動車整備士、ユーさんのところでですね、はい。古参のリスナーたちが、ちょこちょこホスト、はい。スパチャをするなという話をしていたと。はい。話でちょこちょこが偉く傷ついてたのが、まあ、一月前ぐらいにあったと思うんですけども、はいはい、ここで主導的な役割って言ってしまうと、印象操作になるんですかね。ただ、積極的にその手の発言、ちょこちょこは放置することで力を削ぐ的なことを、よそで発言したりして、積極的なことをしていたのが、はい、アラン・スミシーさんだった気がするんですよね。私が見た範囲でですよ。しかもこれは。はい。なので、まあ別に潜っていたわけじゃないですよね、と思います。はい。アランさんは最近、その自動車整備士 U さんのところにはいらしているんですか？あ、最近はいるのかどうかわかんないです。ただ、だいぶ前にチラッと見たときにはいたりもしましたね。はい、なんか、もともと、アラン・スミスさんという方は、まあ、ご存じない方も、最近、界隈を見始めた方は、ご存じない方もいらっしゃると思うんですけれども、もともとですね、ちょこちょこさんのチャンネルの、まあ、リスナーさんで、で、いつぐらいからですかね、その去年の3月ぐらいからですかね、多分2月、3月ぐらいからだと思うんですけれども、伝突を始められて、で、それでですね、まあ、かなりこう、口が達者な方というか、能弁な方で、まあ、あと、かつ、この言葉がかなり、こう、強い言葉を使うというか、で、それでこう、相手をこう、なんですかね、こう、
まあ、その自分がちょっと許容できないリスナーさんを叩くっていうような感じの方だったんですね。で、まあ、当時一番ターゲットにされていたのが、まあ、そのちょこちょこチャンネルで、まあ、人気があったチチさんなんですよね。で、そのチチさんを、ちょこちょこさんのチャンネルで、まあ、青っ羽さんと一緒になって叩いていたのが、まあ、アラン・スミスさんという方です。で、その後、まあ、チチさんがちょっと、ちょこちょこチャンネルから離れられたこともあって、まあ、その後はこう、リスナーとしてかなり、まあ、牽制を振るっていたというか、まあ、ちょこちょことかなり近い立ち位置にいたのかなっていうふうに私は見ているんですが、大体こんな感じで合ってますでしょうか。はい。はい。それですね。はい。その猫ひらスナック閉店の動画のコメントなんですけども、はい。ここで、アランが、青っ羽をものすごくディスっているコメントを書いているんですね。はい。で、自分で強い言葉を使って、だらだら書いてあるんですけども、はい。まあ、すっかすかなんですよ、中身は。あ、そうなんですか。なの、産業で終わるだろうみたいなことを、はい。結構書いてて、はい。相変わらずだなと思いました。なんか、青っ羽さんとアランさんは、その当初かなり親密だったイメージがあるんですよね。それこそ、某なるほどさんが、アランさんとその青っ羽さんを結構セットで叩いていたイメージが私はあるんですけれども、なんか、その後結局、アランさんと青っ羽さんので、こう仲間割れされたんですよね、確か。はい。はい。で、そこでかなりこう激しい、応酬があったというふうに聞いてはいるんですけど、本当に私その辺全く見てないので、ちょっと何があったのかはちょっとわからないんですが、そういえばなんか年末ぐらいでしたかね、一時期青っ羽さんがその、一時期というか、一瞬というか、青っ羽さんが猫チャンネルにはもう来ないっていう宣言するっていうことがあって、あっという間に復活したっていう事例があったんですけれども、その時、青っ羽さんと猫又チャンネルでこう応酬していたのがアランさんだったんですかね。そうだったような気がします。で、それで、まあ、アランさんとの言い争いの中で、青っ羽さんがもう来ないと言って出て行ったんだけども、多分、まあ、1日、2日なのか、数時間後だったのか、ちょっと覚えてないんですが、はい、もうすぐに復活されたっていうようなことがあったような記憶があります。もしそのあたりのことですね、見ていらっしゃった方がいたら、ぜひコメント欄に書いていただきたいんですが、でその後、アランさんでちょっと界隈で私見た覚えがないんですよね。まあ、あまり私もこう広範囲に見ているわけではないので、なんで、なぜこのタイミングでっていうのは、ちょっといろいろ、こう、まあ、勘ぐるところではあるんですけれどね、正直言って。はい。なんか先ほどですね、先ほどっていうか多分今日になってからだと思うんですけど、私のチャンネルのある方のコメントに、アランさんがこう、コメントをつけておられたので、ああ、ここにもいらっしゃったとは思ったんですけれども、はい。また暇になったんですかね。そうですかね。まあ、それか、やっぱりこう、まあ、お時間ができたのか、あるいは、こう、界隈から遠ざかっていた間にもこう、いろいろあったので、まあ、いろいろこう、思いが、出てきたのかもしれないですね。もしアランさん何か、ご反論ですとかもういろいろあるんであればぜひそうですね、モーニングショーじゃなくてもレイトショーでも何でも結構ですので、ご意見をお聞かせいただければと思います。あとなるほどさんも私いつでもお時間待っておりますので、はい。でですね、そうですね、もう結局その猫又チャンネルがなくなるというか、まあ、これまでのコロシアムをしなくなることで、まあ、私今後その V さんであるとか青羽さんの主戦場っていうのはどこになると思われますか。まあ、少なくともあの2人がですね、こういったスタイルをやめるとは私は思えないので、その辺はどういうふうに TTT さんをご覧になっておられますでしょうか。お金はしばらくは控えるんじゃないかなと思う。主戦場男であれ。そうですね。で、私は多分、まあ、自分の配信でやっていくのかなとは思うんですよね。っていうのも、その猫又チャンネルのチャンネル、リスナーの、まあ、行き先的なものって出てくると思うんですよ。特にその争い事を見ていたリスナーですね。
で、それを、あ、私は青っぱねさんは自分のチャンネルを大きくしたいと思ってる人だと思うので、もともと。なので、そこのこう受け皿的な意味も含めて、吸収したいと考えているのではないのかなというふうに、吸収したいというか、まあ、そこまで能動的に考えているかは別にして、まあ、そういった形で考えているのかなと思ったりします。なので、まあ、当面ご自身のチャンネルでやられるのかなと。で、そこが、はい。青っぱね的には大きくなるチャンス。そうですね。ただ、青っぱねさんのチャンネルの登録者は、もう、猫又さんのそういったこう争い事を見ていた人たちは、もうすでに登録している人多いんじゃないのかなと思うので、はい。はい。だから、どこまで増えるのかなっていうのは、実は私ちょっと興味があるところではあるんですけれども、はい。はい、V タンに関しては、まあ、これまでも猫又さんに限らず、いろんな配信者に持ち込んでいたので、まあ、一つ、メインで持ち込んでいた先が消えた今、消えたというか、まあ、手を引くといった今、次はどこが主戦場になると思われておられますか？もうそれは言わせたいのは、要するにおちょこのところでしょうって。いや、まあ、それもあると思いますし、あと今回浮上したのが、まあ、納豆キラーゼさんですよね。納豆さんは、もともと、まあ、V がいた場所でもありますけれど、そうですね。納豆さん自身が、揉め事とかにあんま興味ないんです。本当に。あ、そうなんですか。はい。いや場所もかしりますし、はい、合図打ちますけども、はい、なんですかね、割と手応えがないと思うんですよ、V がそこで頑張っても。はい、V の方にも手応えないですし、はい、キラーゼさんの方も多分手応えない感じになっちゃうと思うので、はい、ここではあまり流行らないんじゃないかな。はい、なので、やっぱり、ちょこちょこのところが。まあ、おとといですかね、まあ、おとといから昨日にかけてなのか、まあ、納豆キラーゼさんが配信をされていて、で、納豆キナーゼさんが、のところのモデレーターが V さんなんですけれども、そこで、まあ、普通の、まあ、当初普通の配信なんですかね、まあ、V さんが伝統しておられたんですが、そこに青っぱねさんが、まあ、やってきたというか、で、そこで、まあ、青っぱねさんも交え、青っぱねさんと V さんのバトルが、始まったっていうふうに私は聞いてはいるんですが、内容を確認していないので、その雪月花さんの件ですかね、そのバトルの内容というのが、やはり。要するに、雪月花の問題じゃなくて、V が扱いたいのは、はい、青っ羽が悪い、高難が悪いっていうのを広めたいっていうところなんです。はい。そのために、ちょっと被害に遭って、リアルの問題がある人が、出しにされてしまうのは、とんでもないことなんだぞっていうのは、まあ、何回も言って。そうですね。青っ羽が、はい、かけたところあたりから、俺は青っぱね側の放送を大体聞いてましたね、それ。はい。で、聞いた感想はいかがでしたか？なんか、声が滑らかで生き生きしてましたね、V さんは。あ、そうなんですか。もう扁桃腺の痛みももう忘れるかのように。そういう違和感はありますね。その、結局、こう、なんですかね、こう、どちらが優勢で終わったみたいなことはあるんでしょうか、青っぱねさんと V さんは。うん、どうでしょうね。この時はこの前日までは V が圧倒的不利みたいな気配だったけども、その日は、なんか、やっぱり V は生き生きしていて、五分五分ぐらい。で、その後なんですよね、青っぱねの放送で。はい。豚さん、歌舞伎豚さん上がったんですけども、はい。もう認知バイアスがすごいんですよ。まあ、悪口言わせてもらって申し訳ないですけど。どちらの認知バイアスですか？豚さんの認知バイアスが。はい。もう V を守るためなら、ありとあらゆる事象をねじ曲げるみたいな。はい。ああ、これはもうダメだなと。はい。なるほど、こうなっちゃうんだっていうのをちょっと思いましたね、あれを見て。あ、そうなんですか。ちょっと私そこ拝見してないので、ちょっとぜひ後で、見てみたいと思うんですけども、まあ、じゃあ、半端なかったですよ。青っぱねさんに対して、まあ、V さんを擁護するために、こう、はい、あれほど嫌がっていたスカイプに出てきたということなんですかね。はい。はい、でそこで、まあ、とにかく、まあ、V さんは悪くないんだという主張をされたというふうに、大体ざっくりとした、ざっくりとこんな感じなんでしょうかね。本当です。はい。で、豚さん、ぜひ、このチャンネルの伝統にもですね、上がってきてくださることを、はい、よろしくお願いします。もう勝手に、このモーニングショーを切り取ってですね、青っぱねさん叩きに使っていて、でそれを青っぱねさんがなぜか、もう、こちらへの、こう、逆恨みじゃないんですけれども、なんかあんなに切り取られてって私怒られちゃいましたから、青っぱねさんからですね。なのでぜひこちらにも出てきていただいて、直に
おっしゃっていただければ幸いでございます。そうですね、今回トラブルになったものの一つに、まあ、青っぱねさんが歌舞伎豚さんとのと自分の DM を公開をしたということも含まれているのかなと思うんですが、その中にですね、歌舞伎豚さんが青っぱねさんに書いた中に、その V さんというのはこう人を守るために自分があえて嫌われ者になることもあるんだと、そして何ですかね、こう嘘もつくんだと、まあそういうことをですね、ざっくりおっしゃられておられて、V さんが嘘をつく、まあ誰かを守るためとはいえ、平気で嘘をつくような人間であるということを実は豚さんも知っていて、それを人に書き送っていたっていうことが暴露されたっていうこともあると思うんですね。ただその今認知バイアスの話になったんですが、結局その認知バイアスでもってその V さんを守るためにこう、まあ、嘘というか誤解をされる表現であったりとであるとか、まあ、事実をねじ曲げるっていうふうに TTT さんおっしゃったんですけど、もしそういったことをですね、豚さんがされているんだとすると、まあ、それこそその V さんがやっている行動、まあ、豚さんが擁護している V さんの行動と同じことなのかなっていうふうに今ちょっと感じてしまいました、私は。だから、どうなんですかね。私はちょっとそういうやり方自体は良くないと思いますけど、まあ、青っぱねさんが今回いろいろやられている一連のことっていうのは私は賛同は しませんけれども、ただ、豚さんの行動もね、もしそれが本当であればどうなのかなっていうふうに思います。はい。そうですね。豚さんとですね、主にそのサカナンさんがその傾向が強いと思うんですが、この二人がなぜここまで V さんに顔も知らない、どこのどんな人かも知らないというふうにサカナンさんと豚さんはおっしゃってますけど、なぜそこまでこう盲信する、もう信者と言ってもいいのかなと思うんですが、それをこう V さんが作り出すことができるんだと思われますか？TTT さんは。はい。サカナンはあれです。まあ、V とぶつかったりも結構してるんで、はい。まあ、ずっと魚が同じところにいるかと思えない。そうですかね。なんかでもツイッターで、抗生物質飲めよとかいうね、こう、V さんに今ブロックされているので、まあ、V さんは見てないっぽいですけど、まあ、そういったことをですね、こう、ずっと書き送っている魚さんにはちょっと私、涙しか出ないんですけど、それはちょっと違う感じですか、豚さんとは。豚に関してはもう V に対して拝めるとか、たしなめるとか、そういうことしたら全くないです。はい。あれはもう完全に信者化ですかね。はい。あれはやばいですよ、本当に。ああなっちゃったら。いや、でも本当にこう見ず知らずの人になぜそこまで尽くすことができるのかなっていうのは、多分、これをご覧になっている方の、素朴な疑問だとは思うんですけれども、はい。いや、ちょっと後でですね、ちょっとそこの部分聞いてみたいと思います。まあ、豚さんですね、それまでずっと青っぱねさんに、まあ、DM を暴露されたこともあり、ずっと青っぱねさんから上がってこいよ、上がってこいよ、スカイプに出ろよみたい、出ろよじゃないんですけど、こう、スカイプで話そうみたいなことを言われても、ずっとかたくなに拒んできていたのに、その納豆キナーゼさんの後になぜ、なんていうんですかね、こう、なぜ伝突まで落ちたんですかね。そこはやっぱりもう V さんがちょっと不利になったのかなと思いきや、まあ、納豆キナーゼさんのところでは五分五分だったということなので、ちょっとなぜなのかなと思うんですけれども、はい。まあ青っ羽に再三言われたのと、はい、青っ羽視点だとやっぱり V が不利っていうのは、はい、V がおかしいぞっていう意見がまだ押したいところがあったみたいな、はい、対抗するっていう意味でもやっぱり豚は上がらざるを得なかった感じになっちゃったんじゃないかなとは。そうですね。まあ、皆さんぜひご感想があればですね、書いていただければと思います。あと、それから、サカナンさんに見切りをつけて、某女子さんがアランさんに再び出てくるように言い寄っただけの話なのでは、笑いってことで、某女子さんって誰だろう、誰ですかね。V さん、そういえばなんか、某女子からリンクが送られてきましたみたいなことを書かれてましたね、アランさん。なんか。全くその辺見てないから分かんない。コメント欄に、それこそ猫平さんのコメント欄にですね、多分なんか1行目にアランさんが、まあ、自分がこの動画のコメント欄に書いた理由だと思うんですけど、
あの某女子からここの、この動画のリンクが送られてきたみたいに書いてあったんですよ。なんか某さんではなくて、某人ではなくて、某女子ってわざわざ書いたところに私意味があるのかなと思ったんですけど、これ誰かを示唆されているのかなとは思ったんですね。はい、で、その某女子さんが、そのアランさんに再び出てくるように言い寄っただけなのではっていうふうに今、あのコメントであるので、まあ、その某女子さんって誰なんですかね。はい。はい、どうぞ。V を筆頭に、可能性がある人物が全員6でもない。そうですかね。V さんとアランさんっていうのは、こう、仲悪くなかったんですか？私ちょっとその辺の人間関係がわからないので。なんかちょっとこじれた時もあったと思うけど、基本的には仲いいんじゃない？ああ、そうなんですか。キナーゼさんは揉め事やは面倒そうですし、彼は政治活動や楽しい配信に力を注ぎたいようですっていうご意見もあるので、まあ、キナーゼさんのところが、まあ、第2の、あの猫又チャンネル化するのは、まあ、あまり今の状態ではあまりないのかなと。確かにこうもう出馬されることを明言されているので、その方がですね、もうその方のチャンネルで、まあその猫又チャンネル状態になって、まあ誰かがですね、誰かを56したいですとか、そういうことを言ったってなると、まあやはりいろいろ差し障りが出てくると思うので、まあそこはうまくハンドリングされるのかなというふうに、まあ期待したいと思います。はい。青パレさんには人間的な悪意は感じませんが、少しせっかちな面があるのが誤解されやすいですねっていうこともあのご意見いただいたんですが、あの TTT さんの青っ羽さん表というのはいかがでしょうか。悪意がなさそうっていうのは概ね同意できるんですけど、根本的に間違うことが起きる。そうですかね。いやちょっと今私からは難しいですけど、風間さんに向けられている悪意みたいな、悪意というか攻撃っていうのも、根本的に考えが足りないだけなんですよ。いや、そうは、じゃないと思います、私は。ずっと難しいんですけど、そうね、ちょっと今どこまで言えるかなっていうところはあるんですけどね、例えば、まあ話していた中で、やっぱり私もね、坂南さんみたいに感じることはね、多々あったんですよ。要するにこう何かあるとね、こう、なんか、バラすぞ的なっていうか、それが、なんか私は別にそんなバラされてもね、大して何もないというかね、ちょっと個人的に話をしたような場合も、こともあるので、そういったことはちょっと困るなっていうのは若干あるんですけれども、まあでもそれでも大したこと話してないので、まあそこはさておき、もうすでに、なんか一部ばらされてるなっていうのはなんとなく感じてるので、でただね、一番最後に話したとき、もうそれが本当顕著だったんですけど、まあね、このチャンネルご覧の皆さん、あるいは私のおっちゃんの皆さんはですね、私が誰かと通話したとき、今録音してるっていうのがもう私明かしているので、ご存知だとは思うんですけれども、まあその、ただ私本当に出さないので、それ表には。よっぽどのことがない限りは出さない。し、まあ、少なくともこれまではかなりひどいことをやられていても出してないじゃないですか。なんですが、まあ、その時もですね、まあ、青っ羽さん、どっちから話したいって言ってるのかちょっとわからないんですが、まあ、青っ羽さんがですね、その1年前の、に自己自分がやられたライブをこう振り返るっていうライブをやられてたんですよ。で、それを見た、まあ、ある方、まあ、青っ羽さんと私と、青っ羽さんとも連絡を取っておられて、私とも連絡を取っておられた方が、その時に至るまでに、ずっと青っ羽さんのことを私にこう吹き込んでたんですよ、悪くね。で、まあ、青っ羽さんも青っ羽さんで、その人のことを私に悪く言っていたって状態があって、でそれで、まあ、青っ羽さんが何か配信をやると、風山さん、青っ羽さんがこんなことやってますよみたいなことを、まあ、その人は言ってきてたんですよね。でもう本当に困ったとか。何とかしなきゃいけない的なことをずっとおっしゃられていて。で、あるとき、まあ、あの日ですね。まあ、青っ羽さんが風山さん叩いてますよ、ということを言ってこられて、え？って思って、まあ、見に行ってみたら、確かにそういうことを言ってるわけですよ。で、理由っていうのが一応1年前はですね、青っ羽さんっていうのは、もうすごく、まあ、父さんであるとか、私のことめちゃくちゃ叩いていたので、
その1年前のライブを流しながら、それを検証するライブっていうのをやっていたんです、青金さんは。なんだけど、私それわからないので、今、まあ、実際今それ流していたしね。で、聞いたら確かにっていうところで、まあ、やめてくださいみたいなコメントを書いたわけですよ。でそしたらそこからまあ青っぱねさんが怒ってっていうところがあったんですが、その後、まあ私す、もう5回、1年前だって分かった時点で謝罪はしたんですけれども、もう青っぱねさんがとにかく許さないっていうことで、まあ話をしていました。で、まあ私は録音していました。はっきり言いますけど。でそうしたところを、まあ、青っぱねさんがある私の、話をし始めてからだいぶ経った時の、その一部の発言を切り取って、まあ、これを表に出す、録音してるから表に出すぞって言い始めたんですよ。で、じゃあ、でもそれはこう、流れからするとちょっと誤解があるでしょって、誤解を生むでしょっていうことは言ったんですけど、まあ、それをやるっていうふうにおっしゃられたんですよね。で、私はじゃあ、いいです。いいですよっていうか、まあ、それをやるんだったら、じゃあ私最初から録音してるので、それを出しますって言ったんですよ。うん。で、それでちょっとこう若干じゃないんですけど、まあ、決裂気味になったんですね。で、その後ですよ。なんか、青パレさんが、なんかその切り取った部分を貼ってこられたんですよ、スカイプのチャットに。だからまあ多分、あ、持ってるんだぞ、本当に持ってるんだぞっていうことを多分言ってこられたんだと思うんですけど、なんかね、ちょっと、そういうことがあり、で、その後ずっと叩いてたわけなんですよね、そのことで私を。だからね、なんかその動きを見ると、悪意がないかどうかって言ったら私は微妙だし、あと、私自身やられたことですけど、こう、なんかね、作ったりってことは結構あります。はっきり言いますけど、はい。ってことはありますし、あと、そうですね、あと、こう、うん、まあ、うん、いろんなことが、まあ、さかなんさんが聞いたことをですね、速攻ゆずさんと梅松さんに言ってたりってことが、まあ、今回ご自身も認められてましたけど、まあ、そういうことは私に対しても、私に対してっていうかね、私から聞いたことも、じゃあそういうふうに漏れてたんだろうなっていうのは、まあ、今回確証はしましたし、まあ、実際に、某、何さんだっけ、坊さんがですね、こう、ブラックおばさん動画みたいなのをですね、しばらく沈黙の後上げられたんですけども、まあ、そこの内容もですね、かなり、まあ、いろんな曲解されたような形で伝えられていたのが、まあ、そのあたりの、青っぱねさんも含めてそのあたりの人たちのやったことなのは、まあ、ほぼほぼ明確なのかなというふうに、今はこれぐらいに留めておきます。はい。なので、実際ね、確かアランさんもそうだった。サカナンさんもそうだったと思うんですけど、アランさんとサカナンさんも、やっぱりその切り取られた会話を出されているわけじゃないですか。で、サカナンさんは、こう、V さんは、まあ、嘘をつくんだというふうなこと部分だけ切り取られてて、で、実際自分はそれを言ったからっていうことで、まあ、それ以上は、まあ、なんですかね、こう、言い訳はしていない状態なんですけど、まあ、多分、その、さかなんさん的には、こう、歌舞伎豚さんのように、こう、なぜ嘘をつくのかっていう、彼なりの解釈みたいなのは多分されていたんだと思うんですよ。おそらく。でも、多分、その前後の部分っていうのは、カットされているんじゃないかなっていうのが私の考えなんですね。これ、勝手に私の考えですけど。うん、だから、そういうことをするのは、やっぱり、悪意があるのかないのかって言ったら、悪意がゼロじゃないっていうのは私は正直思います。そこは私の素直な感想としてね。はい。っていうところで、はい。何か、TTT さん何かご意見があれば、私ちょっとコメントを拝見してますので。マラソンマウンティングっていうものがどういうことだかっていうのが多分、まともに理解できる。特に、青っぱねとか、ユズとかあたりは、はい。部活行ったらバラストみたいな。はい。行っちゃう人なんで、まあ、関わる側もその辺をちょっと認識して、この秘密の共有とかっていうのがね、努力するというのと思います。そうですね。まあ、あと、まあ、実際に、まあ、ね、私もこう、結構ひどいことを言われていたというか、まあ、実際ばらされたりっていうことも、まあ、あっているんですけれども、まあ、しかも本当に、もう全然、どうでもいいような事実を、さももう大ごとのように
ですとかね、やられていて、まあ、それがその、まあ、今回ね、見えてきた部分があるので、かなり、まあ、本当にですね、こう、まあ、どこまで言うかなんですけど、まあ、そういう部分があるんですよ。で、もう本当ひどい時にはですね、私自身が教えてもらったっていうか、聞かされたことで言うと、これさっき、誰々から絶対言うなって言われたんだけどっていう感じで言われたことっていうのもあるんですよ、私が。で、それを速攻言ってくるのはどうよって思うんですよね、正直。はい。で、聞きたいって言われたから私もはい、聞きたいとは応じたんですが、まあそういうふうなね、感じで。だからね、そこの部分にね、悪意がないか、ね、せっかちなのか、誤解してるのかって言われたらね、私はね、ちょっと違うと思います。だって、やっぱりそこでこう、なんだろう、こう敵対している陣営にそういうふうなことをこう言うってなると、やっぱそこのトラブルって絶対激化するじゃないですか、どうしたって。でもやっぱりそれって悪意がないんじゃなくて、悪意があるとかないとかよりも感覚がないんですよ、その感覚って。しまうことのどうなるかっていう考えがないし、ないしっていう、っていうところですかね。はい、悪意がゼロとは言いませんよ。感じている通り、はい、ただ根本的にやっぱり感覚がない、考えが足りない、はい、そういう方向が大きいと思う。はい、変わってあげなくて頑張って、まあね、だから今後そのご自身の配信でね、まあ、どういう形でやっていくかわからないですけど、ただやっぱりですね、そのリスナーとして猫ひらチャンネルのところでこうご意見番みたいに振る舞うのと、その配信者として主体的に配信していく中で、その誰かを叩く、あるいはその誰かの言うことに乗って別の誰かを叩くっていうことはもう全然違ってくると思うんですね、私は。これまでは彼女は特にその猫又チャンネルでは、その配信者がですね、彼女がスカイプで出てきてくれるからっていうことで、無条件にその彼女の肩を持っていた部分ってあると思うんですよ、ある種。で、それが結局彼女が多少無茶をしてもその部分でこう担保されていたわけなんですね、彼女の地位っていうのが。もうその正義感であったり、伝統女王であったり、女帝であったりっていうところが、それがなくなるっていうのがやっぱり私はね、かなり痛手じゃないのかなと思うんですよね。で、ましてやその彼女がどれだけ猫又チャンネルで誰かを激しく叩いたとしても、猫又チャンネルにわざわざ出て行って反論しようっていう人がいないわけですよ、基本的に。もうあそこに行ったらね、とんでもないことになるっていうふうに分かっているので。なんですが、今後はその砦みたいなものが彼女のチャンネルにないわけですよね。だからね、自立するっていうのはそういうことです。自立っていうのは猫又チャンネルからの自立ですか。はい、はい、まあ、ただ彼女がまだ自立してやっていく分は、そのどっかのチャンネルにこう寄生するね、Vタンよりはまだマシなのかなとは思わないわけではないです、私も。はい、なんで、まあ、今後はまあ彼女が配信者として例えば主体的に誰かを叩いたりですとか、あるいはそのコルシアム的な感じでこうね、こう中立みたいな形でやっていくのか、ちょっとその辺は分かんないですけど、まあ、今後はもう彼女がこれまで通りのように猫又チャンネルで威勢よくですね、誰かを一方的に断罪をすると、もうそれが直接返ってくるわけですよ、彼女に。だからね、そこはこれまでのようにはなかなかいかないのかなと思います。で、そのような中でちょっとね、アランさんという、まあ、彼女といろいろこう過去にいきさつがあった方がですね、またね、界隈にコメントを書いたっていうのはある種意味があるのかなというふうにね、私は思ってしまいます。はい、おはよう。長時間配信スタイル、揉め事を扱うコロシアムチャンネルは全く見なくなったな。アランはロビン、優しい女性、彼女?のためにこのままもう出ない方がいいと思うのだけど、追っかけ再生中っていうことで、まあ、どうでしょう、その点は、TTT さん。出ないに越したことはないですよ、あんたも自分の発言に気をつけな、
他人の悪口よく朝っぱらから言えるね、相当暇なんだね。いや、暇じゃないんですけれども、もしその他人の悪口とかこう抽象的に書かなくて、ぜひ具体的に書いてください。はい。これってもしかして青っぱねさんですかね、青ささんって。これは堪忍袋の方が切れたら晒すんだろう、以前言ってたような。堪忍袋の方が切れたらっていうか、堪忍袋の方もあるでしょうし、あと何ですかね、こうやっぱりこう、なんだっけ、もうどうしてもね出さざるを得ない時があったら出しますけれども、パンと、これやっぱ青っぱれさんですかね。パンタ霊が言い続ける限り終わらねえよって。いや、でも私は青っぱれさんがね、それ以上もう、言い続ける限りって何を言い続けるんですかね、青ささん。これやっぱ青っぱれさんかな。うん。あと、抽象的って。はい。詳しく言った人のことを上がっていただく。はい、すみません、ちょっと今途切れてしまったんですけれども。抽象的っていうので、具体的に書いていただくか、はい、人のことスカイプ上がっていただくない。はい。そろそろ、ね、俺も、ちょっと、反論側の人をちょっと、ね、知りたいわけですよ。はい、そうですね。じゃあ、もしこの青ささん、青っぱねさんです。まあ、青ささんが青っぱねさんじゃなくてもいいですけど、青ささん、いかがですか、ここ。スカイプで上がっていただくのはね、青パネさん。生、青さんは生が一番っておっしゃってますし。あと、そのパンタレー嘘つきとか、何も喋るなパンタレーとかね、やっぱり喋られたらまずいんですかね、私に。はい。で、嘘つきはパンタレー、いやいやいや、もう、まあ、はっきり言いますけど、青パネさんには、もう誰もかなう人はいないと思います。はい。なんかお前が絡んでくるから恨まれるし、あちこちで言われるんだよ。得意の被害者意識か、本当にかわいそうな頭ですねって言うんですけど、でも例えば猫股チャンネルに、じゃあお前が絡んでくるからってことなんですけど、私が持ち込んだわけじゃないんですよね、全く。うん。なんでそれを言うんであれば、やっぱり持ち込んだ側に言うべきなんじゃないですかね。はい。青さん、青っぱねって誰だよっていうことなので、じゃあもうこの方はよろしいかなって思いますね。青ささんはね。じゃあ、ちょっともう暴言もありますので、これで、この方は失礼させていただきたいと思います。はい。ということでですね、まあなんか青っぱねさんのファンなのか、どちらのファンなのか、豚さんではないとは思うんですけれどもね、はい。見方によっては、ここも猫股チャンネルのように見えるのはわからないでもないかなってことで、そうですね。まあ、そうです。まあ、猫股チャンネルさんの方もね、こう、反論は受け付けてますとはおっしゃっていたので、まあ、そういう、まあ、こちらも反論は、受け付けてますとは、まあ、一応言ってはいるんです。言ってはいるっていうか、まあ、言ってますし、あと、私ですね、先日、青っぱねさんのチャンネルに、まあ、直接、書き込みに行くっていうことも、まあ、実際したんですね。うん。ただ、まあ、そこは、主目的としては、その V さんに、ぜひ、こちらにご出演いただけませんかっていうことを、まあ、言いに行ったんですけれども、まあ、その時、まあ、青っぱねさんからはですね、こう、まあ、かなりひどいことは言われまして、で、まあ、タイムアウトも3回ぐらいですかね、されまして、で、なんでタイムアウトしたんだとか、まあ、そういうことは言わないようにしてたんですが、その後ですね、もうずっと私の悪口を言われていたんですけどね、はい。で、そういうことで、なんか、下ナポカイさんって方、なんか、TTT 見てんのか多いとかっておっしゃってるんですけど、この方と TTT さんは TTT さんは何か、いわくはあるんでしょうか。前に、見方によってはっていうの、確かにその通り、見方によっては。そうですね、はい。このチャンネルっていうのは、根本的にカウンターなんです。はい。発言する場所がなかったら、風山さんがカウンターで発言するように。で、私もここにちょっと乗っからせてもらって、私が発言する場所がちょうどいいところがないので、風山さんのところで発言させてもらう。存在自体がカウンターという部分をちょっと味方に加えていただきたいと、私はお願い。そうですね。まあ私自身、まあ、ね、いろんな方からの、なんですかね、こう、本当に捏造だったりも加えた、まあ、攻撃
なかったら別に配信するつもりも全くなかったので、はい。なのでちょっとね、その部分はご理解はいただければと思います。はい。あと、下のポカイさんって、下町ナポリタンさんですかね。前も指摘させていただいたんですけど、こちらコメント欄に来られて。そういえば、CTU ですよ、CTU。あれ、カウンターテロリズム、テロリストユニットか、テロリズムユニットか。あ、カウンターです、CTU は。24の、ジャック・バウアーが、所属していた組織ですかね。はい。はい。ちょっとね、そういった話も配信もしておりますので、もし、ですね、ちょっとこう、揉め事を、揉め事レビュー的な位置づけでこちらやってるんですけれども、まあ、そういった配信がですね、嫌だっていう方は、ぜひ、ちょっと、雑談配信の時にいらしていただければと思います。はい。下のポカイさんは、何かちょっと、ね、おっしゃりたいことがあれば具体的に書いていただければ多分ご返答もいただけるのかなというふうに思います。それから当チャンネルはですね、こう放送コード遵守というか暴言は慎んでいただきたいというふうにおっしゃって常々お願いしておりますので、中ポチアオサさんはですね、ちょっと言葉がですね、行き過ぎておられましたので、もし何かご意見がある場合はですね、きちんと、自分はこう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 だからこうだと思うというふうに、ご発言いただければと思います。もう下町ナポリタンさんがどうかわからないんですが、ちょっとこれ以上、こういうね、ご発言続けられるんであれば、ちょっと、こちらのチャンネルからは、さようならかなっていうふうに思いますので、そこは、もう、お控えいただくか、きちんと書く場合は、きちんと、こう、こう、こうだから自分はこう思いますというふうに書いていただければと思います。はい。界隈に入り込んでいない一リスナーとしては、界隈の揉め事には飽き飽きしていますということで、そうですね。まあ、一つ、某猫又チャンネルが、一応、こう、コロシアムは、控えますっていうところで、収束していってほしいなとは思っています、私は。で、ただ、この界隈ですね、もう来ないとか、やめますとか、まあ、引退しますとか、まあ、いろんな言い方される方がいるんですが、そこで、帰ってくる人とかいるんですよ。平気でもうこういうことやりませんって言いながら、すぐに始める配信者とかね。いるんで、まあその猫又さんが本当今後どうされるかちょっとわからないんですが、まあもしかしたらカムバックもあるかなというふうに、はい、思っております。はい。TTT さん、はい、どうぞ。他になんかやったら反省みたいなったりして、はい。他のリスナーの人もやったら甘やかしていますけど、猫ちゃんのこと別に、なんていうのか、泣いたからもうやめたみたいな宣言は。宣言というか、やめた宣言というか、方針転換宣言みたいなのは、割と定期的にやっていることなので、はい、そこまで重く受け止める人は、そもそもないわけですよ。はい。なので、これでもう、コロシアム自体はちょっとしばらくないかもしれないですけども、はい、全てなくなるわけではないので、はい、重く受け止めずにいていいと思います。はい、そうですね、はい。風山さんと TTT さんの主張は、はい、どうぞどうぞ。カナポさんは結局何が言いたかったことが言いただきたいですか。これ下町ナポリタンさんなんですかね、この方は。そうです。下町ナポリタンさんってハンドルネームだけ覚えてるんですけど、はい、どういった方でしたっけ。わけわかんない方です。あ、そうなんですか。であんまりね、ちょっとこうわけわからないご発言はですね、控えていただければと思います。はい。あと、風山さんと TTT さんの主張は理解しました。ただ、相手が相手なので、青佐さんという方がチャットしてたように、終わらないのではないかなと私も思いますってことで。終わらせることは言ってない。はい。あと、ですね、終わらなくていいと思ってるわけじゃないですよ、でも逆に。うんうん。で、あとですね、青っぱねさんがですね、まあ、私を、まあ、主体的に叩き始めてから、まあ、私も一番最後にね、こう青っぱねさんと
話をしたときに、まあ、彼女がどうしてもその表で話したいっておっしゃられたので、まあ、じゃあこの後はお互い配信しましょうってことで、配信で出しましたね。で、その後ずっと彼女は、まあ、ほぼほぼ毎日とは言いませんよ。毎日とは言いませんけど、まあ、ずっとその後も私のこと叩いていたし、まあ、その配信ひどかったですよ。はっきり言いますけど、彼女がやっていた配信っていうのは。し、あとその後、しばらくしたらやめたりしたんですけれども、またその後、ね、こう、折に触れてはもう叩いたり。で、私が先日彼女のライブに書きに行った時もですね、あ、ライブやってるなと思って見に行って、当初は書くつもりなかったんですよ、コメントは。そしたら、その時は、まあ、主にその V さんであったりのことを話されていたんですが、まあ、誰かを批判するときに、風山みたいな卑怯なことは自分はしないんだとかね、そういうふうな形でもうずっとやってるんですよ。なんで、まあ、あえてね、捨ておいていたんだけれども、まあ、ちょっと、これ以上はっていうところもありましたし、あと、まあ、そこで、その、青っぱねさんにね、吹き込んでいる方っていうのが、まあ、かつて私に吹き込んで、青っぱねさんがね、風山が、青っぱねさんに、が風山さんを叩く配信やってるから止めに行かないと、みたいなね、ことをおっしゃられた方だったんですよ。だからまあ、そういったことをもう本当にね、やめていただきたいっていうこともあったんで、まあ、その、青っぱねさんっていうよりは、その、その別の方ですよ。で、そういったこともあったんでですね、若干牽制気味に、まあ、ちょっと今回、発言させていただいたっていうところはあります。はい。血の匂いを嗅いだハイエナともここへ集え、うん、ちょっとこういうのはね、もうやめてくださいね。はい。彼らが血の匂いを嗅いで黙っていることなどできるとは思えない。墓場から蘇りさ、戦えて、いや、墓場には誰も入っていないでしょう。ごめんなさい。こういうのはね、ちょっとやめてくださいね。はい。っていうところで、猫ちゃんの TTT さんへの発言は少し説得力は感じませんでしたっていうことなんですが、どういった、言葉があったんですかね。猫平さんが TTT さんに対しては。いや、ほぼ眼中に入る。のネタとっては出てます。すいません、ちょっと今途切れてしまったんですが。あ、まあいい。ちょっとなんかまたスカイプがね、調子があまり良くないのかなっていうところなんですけれども、はい。そうですね、まあ、うん、まあそうですね、こう、まあちょっと確かにね、こうご批判されてる通りかなとも。思うところもね、あるんですけれども、難しいな。なかなかね、そういった、なんか誰かを叩く目的でやることはしないつもりではあるので、まあ、もし、私がちょっと行き過ぎてるっていうふうに思われたら、もう TTT さんもちろんおっしゃっていただけると思うんですが、ぜひ、リスナーの皆さんもですね、そこは、防波堤になっていただきたいと思います。良識の防波堤は、まあ、リスナーの皆さんであるというふうに、ちょっと私はね、信じたいと思っていますので、はい。そこはよろしくお願いします。はい。太郎寿司さんは、寿司ネタからチャットしてほしいですっていうことで、なので、そうですね。じゃあ何か寿司ネタに、ちなむものでも言っていただければというふうに思います。はい。そうですね。まあ、ネタって言い方したらまた失礼なのかもしれないんですけれども、あれ、猫ちゃんと TTT さんがスカイプでお話しされてた時のことですねっていうことなんですけど、その時に何か猫平さんからおっしゃられたんですかね、TTT さんに。あ、スカイプだったので、相当いろいろ話したと思いますけど。はい。もし、立花さんが何かこう記憶に残られていることがあれば、それをこう書いていただければ、まあそれに対して TTT さんからレスポンスをいただけることもあるかなと思いますので、もし何か猫平さんがこういうふうにおっしゃられていたことなんだけどっていうことがあれば、ぜひ教えていただければと思います。はい。そうですね。まあ、でもその青佐さんって形ね、本人じゃないのかなと思うんですけどね。まあ、ご本人であれば、
まあ、ご本人じゃなくてもどうせあのね、その青羽さんが言うところの鳩を飛ばして、鳩が飛んでいくのか、鳩を飛ばしているんだと思いますので、まあ、私あの別にご反論いただくんであれば、あの私シャットアウトはしてないですので、はい。なのでいつでもあのおっしゃってください。はい。そうですね。まあ、まあ、ちょっとあえてね、言及は控えていたんですが、その、こう、ね、あの、青羽さんのチャンネルに先日ね、コメントを書いたところ、まあ、父さんがモデレーターされているんですけどね、青羽さんのチャンネルで、なぜか、まず父さんから何しに来たんだって言われまして、その公開でやっているライブで、まあ、その、そこの門戸に、こう、門戸を開いてやってるわけですよ、公開ってことは。で、そこに対して、その、何しに来たんだっていう発言ほどちょっと野暮なものはないというふうに私感じましたし、あとそのモデレーターとしてのね、発言としてもちょっとどうなのかなとも思いましたし、で、その後結構、まあお二人で、まあ私が落ちた後もですね、すごく叩いてたっていうのは聞いてはいるんですよ。中身確認してないんですけど。でも、なんで、そういうことに関して、そういうことをご自身たちがされていて、で、それでまあ、私は私の配信で、まあ、あの、彼らの行動について触れることを、こう、お前が黙っていろみたいなね、さっき、青佐さんの発言っていうのは私はちょっとどうなのかなっていうふうには思いますけどね。うん、何しに来たんだって言われたら、それはもう、宣伝と勧誘に来ましたでいいんじゃないですか。そうですね。まあ、実際そういうふうにね、言ったと思うんですけど、あの V さんにあの出ていただきたいので、書きましたっていうことも、あの、素直に書いたんですけどね。はい。なんで、まあ、だから、その青羽さんも、その、結局、その何かにつけてね、ずっと私に触れて、私のことを叩いていたっていうのは、それは、あの、紛れもない事実だと思うので、で、それに対してやっぱり、こちらがね、まあ、ある種大人の対応で黙っていた。だからこそ、その青羽さんが一方的に叩くっていう成立、あの、図が成立してたわけですよ。なんですけど、それを、あの、ご本人が続けられる以上、あの、やっぱりどんどんね、こちらの、もう、こう、やっぱり限界はありますし、その、まあ、いわゆる、こう、泥沼化していくっていうのはね、それは覚悟の上でやっておられるのかなっていうのは、ちょっと疑問に思ってます。はい。そういうところは。なんでね。何しに来たんだと聞かれたら、もいしに来たんだで、ドーンと笑い取れないかなってことで、はい。じゃあ、もしですね、次何かそういうことを私が言われた時あったら、ジーコさんがすかさず、もいしに来たんだっていうことで、よろしくお願いします。はい。そうですね。まあ、界隈の、ね、話題としてはね、そういう感じでしょうかね。はい。皆さんもし何かあれば、ぜひぜひ、あの、コメントを書いていただければと思うんですけれども、はい。TTT さん何か今後の見通しですとか、界隈の、何かこうお考えになっていることですとかありますでしょうか。そうですね。一応、梶山さんの嫌いな言葉である、あの、サイコパス的な部分の収集はもう基本的に終わってしまったので、はい、私としてはもう、さっとバックレたいんですけども、はい、さんがなんか年末までに起訴されなければ、TTT の勝ちだとか言っちゃったので、はい、これ年末までいなきゃいけないんですかね、これは。いやいや、もうそれはですね、年末までと言わず、まあ、TTT さんのファンがですね、これだけいる状態ですから、ぜひ、あの、このままね、活動を続けていただきたいと思うんですけれども、ちなみに、あの、星生通信っていうのは、まあ、なるほどさんずっとこう、配信続けられておられますけど、あの、現在も更新されている状態なんですか？今もうやめちゃいましたね、基本的に。あ、そうなんですか。はい、いやだったらもうなるほどさん、脅威はないじゃないですか。違う、まあ、その過去の記事がどうしてもってことなんですかね。そうでしょうね。うーん。もう騒がれても何もないんですけどね。であれば、やっぱりその、あの、TTT さんは、あの、絶対削除しないんだとか、何が何でも削除しないんだとか、そういうことをおっしゃられてるわけではないので、あの、かつてですね、はい、あの、界隈に、あの、某 M さんの、についてあの間違った配信をした、某 H のいおりさんって方がいらっしゃったんですよ。
で、その方はですね、はい、この情報は絶対に正しいと、何が何でも、もう社会、なんて言ってたかな、なんかもう絶対に これは公開する意義があるんだみたいなことをおっしゃられていて、もう何があってもこの動画は、ね、削除しないっていうのをおっしゃってたわけなんですよ。はい、なんですが、なんかこう、気がついたら削除されていたってこともありました。はい。で、TTT さんはもう最初から、絶対削除しないってことは、何て言うんですかね、そういうふうな発言はされていないので、もし本当に、なるほどさんが、削除してほしいというふうに思われているんであれば、そういうふうに、こう、働きかけをされたら、いかがかなとは思います。はい。はい。はい、まあ別にもしなくてもいいんですけど。あ、そうなんですか。放置なんで。放置ですか。はい。いや、もうそこはですね、まあ、なるほどさんはなるほどさんで、こう、いろいろお考えがあると思うので、まあ、ぜひ何かありましたら、こちらでですね、ご発言いただければというふうに思います。はい。そうですね、まあ、うん、まあ、今回ですね、まあ、なんか嵐の方であったり、ちょっと意味不明なことをおっしゃられる方であったり、まあ、いろいろ来られたんですけれども、まあ、そうですね、まあ、でもご指摘あったのは、ちょっと痛い部分も正直ありますかね。結局、まあ、ご意見聞くので、ぜひっていうふうに発言はしているものの、まあ、実際来ていただけてないっていう部分はあるので、ただ、一点違うのは、某コロシアムとはですね、まあ、N さんだったり、あと、その、A パネさんっていう方は、配信されてるわけですよ、ご自身で。で、N さんに関しては、まあ、一時期、1000人超えられてね、収益化もされている方ですよ。で、A さんにしたって、まあ、私なんかより全然登録者が多い方で、そこでご発言されているわけなんですよね、お二方とも。っていう状況を鑑みると、で、まあ、私今でこそ配信してますけど、その猫マターチャンネルで一番叩かれていた当時っていうのは、私も全く配信もしてなかったし、するつもりもなかったし、単なる一リスナーだったわけですよ。で、一応一リスナーに対して出てこいとは言いつつも、まあ、実質上出て、いつやってるかは知らせない。で、出ていったとしても、なんかもう、凄まじい、ね、だって56死体みたいなことが飛び交ってるようなところに誰が出ていけます？皆さん。自分はそういうところ出ていって、ね、全くひるまずに発言ができるんだって方、どれだけいらっしゃいますか？正直なところ。俺は出ていくけど、はい。やっぱそういうところって話にならないんですよ、結局は。そうなんですよね、はい。そうなんですよ。なんで、そこはね、違うのかなって思うんですよ。単なる一リスナーに対して、出てこないなら逃げたとかね、言っているところと、一応その こちらでまあ取り上げたのは、配信している方なん で、しかもこちらより大手の方なので、そこはね、基準が違うのかなっていうふうに思います。で、実際問題、まあ、N さんにしろ、A さんにしろですね、反論はご自身のチャンネルでやられてるわけですよ。しかもこちらなんかより全然回数多く。でリスナーさんも多いわけじゃないですか。なのでそこはやっぱりリスナー叩きというかね、リスナーに対してそのコロシアムをふっかけていたところとはちょっと違うのかなっていうふうに思います。はい。話は変わりますが、昔ジェッちゃんところでリクエストに応じてモノマネスカイプされたのが楽しかったのですが、あの時誰のマネだったのか思い出せなくて教えてくださいってことなんですが、いや、モノマネをした覚えはないと思うんですけど、多分、なんか、なんだったっけ、なんだろう、こう、千葉県に住んでいるものですとか、まあ、そういう、こう、架空のキャラクターみたいなのを作って、話していたんじゃないのかなと思います。もうちょっと、あまりにも古い話すぎて、自分では全然印象に残ってないので、ね、覚えてないんですけど、まあそんな感じかなと思います。割と私そういうことやるというか、例えばね、カズヤンのところで、なんか、カズヤンのお母さんの振りじゃないんですけど、まあそういう感じで、ね、
カズヤのおかんみたいなキャラクターで描けたりしたこともあるので、そういった形だったんじゃないのかなって思うんですけど、あとまあ TTT 氏の意見を聞く唯一のモーニングショーってところで、そうですね、まあ、私もまあそれがあってですね、 TTT さんのお話をまあ個人的に聞きたいっていうのがあって始めたところなので、まあそれがまあこのチャンネルというかこの番組のですね趣旨かなというふうに思っています。はい、なんでまあ TTT さんでですね、ぜひとも、もう今後、まあ、また何かあれば、あくまでこう TTT さんが語っていただけるというか、その時にこうオファーして受けて、まあ、タイミングが合えば受けていただいているっていうスタンスなので、ですよね TTT さん。はい、別に今回初めてですね、4項目ほどメニューをいただきまして、はい、ほんの少しだけ打ち合わせはしたわけですけども、そうですね、はい、っていうのも前々回かな、もうグダグダ配信だったので、自分ですごく反省したんですよ。特にあまり動きがない時にちょっとお願いして、でどうですかっていうことでやったんですけど、あまりにも話題がなさすぎてグダグダになったので、まあ、今回もですね、大して話題がないといえば大して話題がなかったので、一応こう 4項目ぐらいお出しして、これどうですかってことなんですってことは投げさせていただきました。ただこれはこれ何ですかね、いらない的なことを言われたりですとかっていうこともあったので、主に今日はですね2項目かなというふうに思います。要するにまあいわゆるこう青っぱねさん、さかなさん、V さん絡みの、その雪月花さん問題であったり、雪月花さんの名前が出た件であったり、まあ、それぐらいですかね、今日話したのって。項目にあって、あんまり掘り下げられないけどってんで、一応、若干気味になってたアランの話も。あ、そうですね、はい。まあ、アランさんがですね、まあ、コメントを書かれたっていうことで、ちょっとですね、まあ、私、個人的に久しぶりにお名前、拝見したなって思いましたんで、まあ、これはどうですかっていうことでも一応、はい、投げさせていただきました。はい。まあ、そういう形で、まあ、あくまでですね、TTT さんの話を聞くということが、メインですので、はい。なんでですね、まあ、もちろん、皆さんからいろいろね、ご心配いただいて、まあ、このままですと、っていう、青ちゃん、あんちゃん、72歳設定もありましたね。これは何だろう。私が誰かに伝達した時ですかね。72歳ってあったっけ？まあ、ちょっと覚えてないです。ごめんなさい。はい。みたいな感じでね、今日はもうお勧めさせていただきました。TTT さん、何かこう、締めのお言葉、あるいはこう、追加で、これだけは言っておきたいですとか、あとこう、勝つって入れたいものですとかあれば、ぜひぜひお願いしたいんですけれども。それがこんだけ出てるのに、なんで TTT それは違うもいって言ってくる人がなかなか出てくれないの。そうですよね。で、V タンがですね、その TTT さんに対して、まあ、昨日ですね、TTT さんの意見が聞きたいっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、まあ、TTT さんがですね、タイミングが合わずに、出て、コメントを書いていただけなかったと。で、その時にですね、V タンから、何でしたっけね、こう、何かね、こう、あ、界隈に、TTT さんは、界隈に詳しくて、中立寄りだから、TTT の意見が聞きたいんだというふうにおっしゃっておられましてね、なんか、ただし、和山とつるんでいるのは気に食わないみたいなことをおっしゃっておられましたけれども、ぜひ、V さん、こちらにね、スカイプいただければ、TTT さんと直に、お話ししていただくこともできますので、ぜひ直に反論をどうぞ、はい、お待ちしております。あと、まあ、青っ羽さんもですね、別に私反論は聞きますので、はい、なのでそれはいつでもですね行ってきていただければ、まあ、時間セッティングしてってこともやぶさかではありませんので、ただ、まあ、彼女はですね本当にこの間そのライブ中に、私が彼女のライブ中にコメントを書いて、その後落ちて、まあ、自分で配信を始めて、まあ、そのコメントをね、止められたというか、その経緯等々も含めて、まあ、私の考えを話していたときに、まあ、ミラー配信されてたんですよ。そういうことはね、もうやめましょう、本当に。うん、それはもう YouTube の規約違反なので、それはやっぱあまりにも卑怯ですよ、やっていることが。うん、
なんで、何かね、理由があってミラー配信とか、そういうことであれば、私実際に一回許可してるじゃないですか。最後あなたが伝達してきたとき。ご自分は、何ですかね、ご自分の配信で音声流せないので、っていうことを言ってこられたから、私ちゃんとミラー配信許可しましたよね、その時は。なので、理由があって、そういうことをやりたいんであれば、その旨まず言ってくるのが筋じゃないですか。で、そういったこう横髪破りのところが、こう、青羽さんの魅力みたいに映る方もいらっしゃると思うんですけれども、私はちょっとそういったことは良しとはしませんので、はい。で、そういったこともですね、まあ、対立を激化させる要因になっているのかな、というふうに思います。はい。でそういうことなので、恒例のお得情報をお願いいたしますというご意見があるんですけれども、パイナップルに続くお得情報が何かありますでしょうか。パイナップル以外じゃないんですけど、はい、結局やっぱりパイナップルの情報をなんで俺が出したのかっていうのを、はい、まあ、効果的面というか、手のひらの上で劣ったというか、はい、ありましたよね。というのもですね、はい、パイナップルを選ぶときに、色を見たりして、吟味するのがどうのこうのっていう、わけのわからないディスり方、はい。的外れなディスり方も何でもいいからディスるっていう、はい。そういうのを見せつけさせるっていうのが、まあ、ある意味目的だったわけです。でさらにもう一個あるのが、はい、これもピンポイントで見たらちょうど喋ってたんですけど、はい、勝山さんが今までで一番美味しいパイナップルだったみたいな、はい、そういうおべっかがダメだと、はい、風山のおべっかはダメだ、一番なんていうのは簡単に使っていい言葉じゃない、絶対とかそういう言葉は簡単に使っていい言葉じゃないみたいなことを、まあ、あいつは言っていたわけですよ、はい。ただこれ前提条件抜けてまして、はい、風山さんが台湾パイナップルを買ったのなんてせいぜい今まで 2,3 個なわけですよ。そうです、はい。でそのせいぜい 2,3 個のうちの一番美味しかったって言ってることが、それどれほどすごいことなんですかって話で、うん、別に大した一番じゃないわけですよ。うん、でその一番っていう言葉を使ったことで風山はダメだってあいつはディスるわけですよ、はい。このめちゃくちゃなディスりぶりっていうのをちょっと皆さんにもお見せできたので、まあそういった意味でもこういうパイナップルの情報みたいな、お得情報みたいな適当な話をぶち込む意味はあったんじゃないかなと。こういうふうに明快に例として出すことができるわけですよ。これを言うことによって。そうですね。しかもなんかこう、パイナップルお得情報をディスっていたときに、こう、やたらとこう、なんか、受けていたというかね、彼的には。なんかクックックみたいなことを笑いながらやってたんですけど、はい、それって笑えるんですかって思いながら私は見てたんですけれども、はい、なんかその程度で笑えるっていうのは、まあ、すごく幸せな方なんだなって思いました。はい。でもう今後もですね、よかったですと、はい、あ、じゃあ事前にこれ前にも言ったんですけど、もう一回いいですかね。はい、どうぞ。ね、IQ167こんなのないからとか言ってましたけども、あいつ、はい、私167ないって言ってるんですよ。はい、連鎖は148がボーダーで、はい、それに手が、なんていうか、なんか歯が立たなかったので、はい、148すらないですって言ってるのに、はい、あいつの言うのは IQ167 なんてないですからというこのねじ曲がったディスリ、はい、これもちょっとご理解いただきたいと。でそれでなんか自分の135が揶揄されたみたいな感じで痛く傷ついてしまったようで、はい、チャンネル名の変更ですね。はい、でそれでまた IQ135、135、135って連呼って、はい、なんかいろいろやってるわけですよ。はい、これもなかなか見ものだと思いません？そうですね。まあ、ぜひです。その辺ちょっと加えさせていただきました。うん、パイナップルなんですけども、うん、はい、前回買ったのがいわゆる最悪なパイナップルで、はい、ちょっと油断したなということで、私ももう一個さらに再チャレンジしました。はい、で私が最初に買ったスーパーと3個目、今昨日なんですけど、はい、買ったのが同じスーパーで、はい、極みっていうマークの入ってる、はいはいはい、あれ美味しいですよね。はい、はい、2個目買った失敗のがちょっと別のスーパーだったんですよね。で、はい、ちょっと別のメーカーというか、はい、シリーズだったと思うんですけど、はい、
で、3個目買うときに、ちょっとやっぱりね、1個目買ったときと比べると、形の不揃いさみたいなのが目立ったわけですよ。全体的に棚に並んでですね。はい。はい、で、やっぱさすがに悪いの入ってきてるなっていうのと、あと、同じスーパーで同じあのメーカーなんですけども、はい、100円安かったんですよ。はい。これはちょっと、うん、悪いのが入ってきて、それが定着しつつあるなと。それであまり売れないから100円安かったかなみたいな。はい。ところが見て取れたのと、はい、花の中でやっぱり一つ真っ黄色のがあったんですよ。だいたい緑なんですけど、はい、でその黄色のやつは下の方を見るとやっぱり赤くて、はい、まあ、それ買ってしまった人はその日食べないともうアウトだなっていう感じだったので、はい、ちょっと緑のを買って、はい、まあ、数日待って黄色くなるのを待ってから食べようかと思ってます、はい、とにかくもう、まあ、ちょっとお得情報の追加ではないんですけど、はい、まあ、こんな感じで近況報告という形で出させていただきます。そうですね。あの、私も、あの、前、台湾のパイナップルじゃないんですけど、別のパイナップルを買って、で、その、パイナップルって、なんとなくですよ、見た目のイメージだと、ちょっとこう、長持ちするように見えません？あれって。はいはい、なんで、あの、で、まあ、買った時本当にちょっと緑っぽかったんで、まだ食べられないだろうな、みたいに、なんか勝手にまあ判断して、で、それでしばらく置いていったら、なんかあっという間にですね、本当に、こう、まあ、気がついたら、まあ、ほんと2、3日だったと思うんですけど、ちょっと赤くなっていて、で、その赤くなってるっていうのも別にその毒々しい赤じゃないじゃないですか。ちょっとピンクっぽいっていうか。はい、なんで別にその、なんでこうね、なんてちょっとこう腐ったようにも見えないんですよね。そう、はっきり言ってそこまで。全然。はい、そう、素人目にやっぱちょっと難しいんだと思うんですよ。その黄色とそのピンクっぽいのの。差っていうのがそこまで、はい、でそれでまあただ食べてみたら本当にちょっとこう痛みかかっていたというか、なんでそのパイナップルって本当にこう1日2日であっという間にこうね、その売れ具合が劇的に変わるんだなっていうのはすごく思いました。なので基本的にもうスーパーで売っていて、まあ皆さんパイナップルって黄色っていうイメージがあると思うんですよね。で、そういうものはもうできるだけ早く召し上がった方がよろしいのかなって思います。で、今後ますますですね、こう暖かくなってきますしね、湿度も高いので、本当にこう、はい、なんだ、追熟というか、その度合いがね、ガーッと進む可能性あると思いますので、ま、ぜひですね、ところで、N さん、召し上がりました？パイナップル。あと、N さんのリスナーさん、召し上がりましたでしょうか？なんかね、いろいろほら、あれだけ影響力のある方が話しておられたので、もうぜひ皆さんね、はい、購入されたんじゃないかと思いますので、はい。もうぜひ、今日の N さんのライブでは、パイナップルのね、感想が、美味しかったであるとか、いまいちだったとか、まあそういったことをね、聞かされるんじゃないかと思う、そういうコメントが飛び交うことを私も願っております。で、もともとは、中国がそれまでこう、輸入していたパイナップルが、中国と台湾の情勢が変化して、まあ、行き場がなくなってしまった。で、その中から、まあ、なんで、漁夫の利的にですね、こう美味しいパイナップルが入ってきたっていうところで、まあ、旬のものですから、皆さんのね、楽しまれて、ここのチャンネルリスナーさん買ったって方いらっしゃいますけれども、それで、まあ、お得情報をね、TTT さんが教えていただいて、で、ちょっと、こう、お福分けをしてもらったみたいな感じでね、素直に、楽しんでいただければと思います。あんまりそういうのをこう叩くネタに使ったりっていうのは不毛だと思うので、はい。ということで今日は、はい、どうぞ。だからこの性というか用の話ですよね。そうですね、はい。いうのをあいつはこう服の話に持っていくわけですよ、陰の話。はい。そういうことをちょっと見て、リスナーさんも感じてほしいんですよ。はい。そんだけです。はい、ありがとうございます。もう黄色は完熟色、食べ頃だってことだね。パイン畑に囲まれて育ったから、これまた買ったことないけど、八重山のパインも台湾から入ってきたってことでね、パイン畑に囲まれて育った、エイリアン将軍さんの、コメントをね、いただきまして、今日はこれで締めたいと思います。TTTSSS さん、どうも、今日もお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい。また何かありましたらよろしくお願いいたします。じゃあ、TTTSSS さんでした。どうもありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。ということでですね、皆さんいかがでしたでしょうか。
今日からはですね、実はパソコンにスカイプの方をインストールしまして、で、それで、これまではスマホで、パソコンでライブを配信して、スマートフォンでTTT さんとスカイプで通話をして、それをこう、スマホをスピーカーで流して、それをこう、パソコンのマイクで拾っていたんですけれども、どちらが聞きやすかったですか？ちょっとですね、こちらがその配信中に音声聞くことができなかったんで、どの程度か、ちょっと後でアーカイブで確認したいとは思うんですけれども、はい。で、まあね、今日ね、一応こうご指摘があったので、まあ私もね、いろいろ、まあ考えるところではあります。まあなんですけれども、まあ少なくとも今日メインで扱わせていただいた、青っぱねさんと、まあ N さんに関しては、まあ、お二人ともね、私とは全く関わりがないわけではないというか、まあ、なんていうんですかね、まあ、N さんも、青っぱねさんもですね、私のことを叩いていらっしゃる方なので、まあ、そういった意味では、まあ、雪月花さん問題には直接私は関係ないんですが、まあ、彼らとのトラブルの当事者ではあるんですよね。で、あと、まあ、今日、お伝えさせていただいた通り、まあ、N さんも、青っぱねさんもですね、こちらの、チャンネル登録者数なんかよりも全然、こう、多い、登録者のいらっしゃる配信者さんですし、まあ、こちらが発言するよりも、もう前からこちらのことをずっと叩いていらっしゃる方々なので、まあ、ちょっとそこは、やっぱり反論の場として、自分のチャンネルで私が反論するっていうのは、まあ、いいのかなとは思います。ただ、その中でですね、じゃあ、あなたに関係ないトピックを扱うのはっていうご指摘はね、あっても叱るべきかなと思います。なので、そうですね、だからその雪月花さん問題に関してはですね、まあ、ちょっとTTT さんもおっしゃってましたけど、まあ、これ以上掘り下げるのは、まあ、いかがなものかなっていうふうなことは考えてはいます、そこはね。でもまあ、さっきの青澤さんって方が、まあ、なんかご本人の可能性はあるとは思うんですけれども、なんかまあ、書きっぷりを見ると、まあ、これからまたね、さらに、今までやってる以上に、ご自分のチャンネルで、私のことを叩くのかなっていう懸念がないわけでもないので、はい。まあ、その時にはですね、もう、粛々と対応したいと思います。その粛々っていうと、なんか法的にっていうのがね、この界隈の人をなんかこう、ついて回ってるようなところは、あるのかなと思うんですけど、別に法的に対応することを粛々と対応するっていうのではなくて、まあ、自分でね、こう別に騒ぎ立てたりせず、粛々と対応するっていうところだと思うので、別にこのチャンネルで必要以上に騒ぎ立てずに、まあ、向こうがおっしゃられたことに反論するってことも、粛々と対応するっていうことなのかなと思います。はい。で、まあ、今回ですね、ちょっと私が自分で、このチャンネルちょっとモデレーターがいないので、若干対応が遅れてしまったところはあるんですけれども、これまではね、まあ、今回の、まあ、青澤さんだったり、下ナポカイさんだったり、あるいは太郎寿司さんだったり、みたいな発言をされる方がいなかったんですが、まあ、徐々にですね、まあ、このチャンネルが認知されるにつれ、まあ、そういった方も増えてくるのかなっていうのが、懸念するところであります。そうなってくると、やっぱりね、誰でも自由に発言する場だったり、まあ、いろいろね、こう、管理していかなきゃいけないことがあるかなって思います。で、今日ね、今名前挙げさせていただいたお三方に関して言うと、なんか、カリスマさんじゃない、カリスマさんがよくね、空気読まない、カリスマさん、いいや、ちょっとごめんなさい、撤回します。他の、リスナーさんもいて、他の方もコメントを書く、あるいはこう書こうとしている人がいるってことを考えてほしいんですよ。うん、もちろんね、こう、ライブに参加して自由にコメントを書くっていうのはいいと思います、そこは。なんですけど、やっぱり、他の人を萎縮させるような発言、それは例えば暴言とかだってそうじゃないですか。そういう暴言をね、目の当たりにして気分がいい人ってあんまりいないと思うんですよ。なので、そういった発言だったり、あとは、こう、さっきのね、ちょっと太郎寿司さんの、こう、血の飢えたどうのこうのとか、まあ、
あまり趣味がいいと私は正直思えませんので、そういった発言だったり、あるいはそういった人をこう呼び込むような発言だったり、ここのチャンネルはそういったことを求めてないので、全く。冷静にご意見いただけるんであれば聞きますし、あと、ね、こうこうこうだから、まあ、あなたの言ってること間違ってると思いますとか、まあ、そういったご指摘があればですね、反論しますけど、さっきの青佐さんみたいに、嘘つきとか、単純に、なんか黙れとか、そういったことはね、ちょっとルール違反なんですよ、ここでは。他では許されてるかもしれないけど、ここではルール違反なので、それはちょっとこちらのルールにね、従っていただきたいというふうに思います。はい。もしまだですね、グッドを押していただいてない方は、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。ご清聴ありがとうございました。そろそろ、挑戦者さんお願いしますということで、そう、TTT さん2回ぐらい前からですかね、ちょっとどなたか反論側が出てきていただけないかなってことをおっしゃってましたよね。単に話、単に騒がず、静かにって意味だね。あ、粛々と対応するですね。ギャーギャー騒がずにいられないやつが使ってて滑稽だったりするけどってことで。そうなんですよね。で、別にその法的に対応する云々ではなくて、単にこう、ね、言われたことには、静かに、言われたことには反論するっていうことも、粛々と対応するだと思いますので、はい。影のモデルはいないのか。いないんですよ、残念ながらね。はい。ちょっと雪月花さんがこのチャンネルではいないということでね。はい。表現より言うことに具体性が欲しい俺の主張だが。いや、その通りですよ。だってこう、嘘つきって言われたら、じゃあどこの部分が嘘なんですかっていう反論しかこちらできないんですよね。で、例えば、その嘘つきって書いてさっきの青佐さんに対して、いやいや、あなたが嘘つきでしょみたいなことをするのが、まあ、これまでその、争いの現場になってきたチャンネルの配信者の対応だと思うんですよ。まあ、問答無用に、こう、ブロックしても、ブロックっていうか、非表示にしてもよかったんですけど、まあ、ね、ご指摘何かあればと思って聞いてみたんですが、まあ、具体的な反論というのがなかったじゃないですか。うん、なんか、ね、お前が黙れよとか、いや、お前が黙れよって言うんだったら、まず自分が黙りましょうっていうか、コメント書くのやめたらどうですかとしか言いようがないので、はい。あくまでね、向こうがやられたことに対して、こちらは反論しているので、で、それに対して黙れっていうことは、単なる言論封鎖しかないんですよね。うん。単に自分は都合がいいとこだけ切り取って、大声で騒ぎ立てて、怒鳴り散らしてね、騒ぎ立てる、ね、配信も続けるし、で、なんかひどい言葉でね、あいつおかしいとか、なんだとかかんだとかっていうのを自分の側近たちと、ね、ギャー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 騒ぐ配信をやる。でそれをやっていて、自分が一切反論されないと思っている。ましてや、ミラー配信までやって、人のね、著作権とかそういうことを侵害して、で、それって、なんか、ね、卑怯じゃないですか、はっきり言いますけど。うん。にも、それだけしておいて、もう一切反論されたらですね、嘘つきって。それは、あまりにもね、どうかと思いますよ。だったら、正々堂々と、やっぱり、出てくるべきだと思いますし、あと、その、今後ね、猫又さんっていう取り手がなくなったことで、青っぱねさんに対する批判ってね、出てくるんじゃないかって私は思ってます。それちょっと前から、少し前から言ってるんですけど、もうかなりですね、青っぱねさんへの不満っていうのはね、私のことに関してではなくて、もういろんな方からですね、もう聞いてください、聞いてくださいって形で、言われてるんですよ。で、私は、ご本人が言ってくださいっていうふうに返してるんですよね。もし、こちらのチャンネルでね、ご発言されるんであれば、まあ、その内容をね、こう吟味した上で、私のチャンネルで配信させていただくことはやぶさかではないですということはお伝えしてはいます。ただ、誰々の話を聞いて、私がこのチャンネルで、それをこう言うとか、そういうことはしませんってことは伝えてあるんですよ。そこはフェアに。なので、今後ですね、その本当に今まで口をつぐんできた、もう彼女の剣幕に押されて口をつぐんできた人っていうのが、いろいろ出てくる可能性はあるとは思います、本当に。で、やっぱりその私自身彼女に対して、まあいろいろ言われても黙ってたことがある、黙っていたわけですよ、基本的には。だからこそ彼女の、こう、ああいう、ね、こうがなり立てみたいな主張だったり、まあ、側近と一緒になって人を傷つけるってところが成立していたっていうかね、反論がなかったから成立していた部分ってあるわけですけど、やっぱり自分がそれだけのことをやってて、もう一切何も反論、ね、受けずに
自分だけが正義として振る舞えることが今後も通用するのかって言ったら、もうそこは考えられた方がいいと思います。いろいろね。はい。っていうとこで。そういえば昔、おばおばさんが、なるほどさんに攻撃していたときに、おばおばさんの動画に擁護コメントした方に、なるほどさんからアンチのコメントが来たのを見ましたって。あ、ご本人からってこと、なるほどさんご本人からってことですか？まあ、で、そうであればですね、なるほどさん、ぜひ、こちらのコメント、こちらの、配信に来ていただいて、直接言っていただいたり、コメント書いていただくって形でもよろしいので、ご反論があれば、ぜひお願いいたします。で、そうですね、今日若干、TTT さんも振られてましたけど、台湾のパイナップルに罪はないじゃないですか。で、なるほどさんって、ね、保守的な思想の方なのかなって思っていたので、まあ、台湾っていうのはね、まあ、中国に対する、まあ、日本にとってはね、重要な、同盟国っていうか、まあ、表面上は、国交ないってことになっているので、どういう言い方したらいいのかわからないんですが、まあ、重要なね、仲間の国だと私は思っているんですよね。で、そこのパイナップルをね、いくら、なるほどさん対立している TTT さんが、それを言及して、したからといって、まあ、そこをね、その台湾パイナップル自体のことは叩いてないと思うんですけれども、なるほどさんは。ただ、ちょっと下げ気味というか、そういうネタで使って欲しくなかったなっていうのが私の素直な気持ちです。TTT さんをちょっといじるのか、叩くのか、ちょっとわからないんですが、そこに絡めて欲しくなかったです。台湾のパイナップルは。はい。それが私の素直な思いです。それはそれ、これはこれでね、はい、お願いできればと思います。はい。ということでですね、ちょっとコメントをね、ちょっと拾えなかったんですけれども、後で拝見したいと思いますので、もし何かありましたらですね、コメント欄でも。あと、これはですね、まあ、この配信これからね、アンチの方もご覧になると思うんですけど、もうすでにご覧になってはいるとは思うんですが、私に対する批判は受けますので、受けますっていうか、聞きますので、シャットアウトみたいなことはね、さっきの青ささんみたいな、ああいうことがない限りはしないので、リスナーさん、ここにコメント書いてるリスナーさんですとか、そういった方を叩くのはね、やめていただければと思います。はい、それは。まあ、その方たちの発言がもし問題があれば、さっきの青澤さんみたいに暴言があればまたちょっと別なんですけど、そうじゃない限りはですね、ちょっとそういった方をここにコメント書いたからとか、そういった理由で叩いたりっていうのはやめていただければと思います。ただじゃあなんでそういうねコメント許したんだっていうようなことがあれば、ちょっと私の方に言ってきていただければ、例えばちょっと後から拝見して、その場でちょっと対応ができなかったら、後から拝見して、ちょっとこれは行き過ぎだなっていうようなところがあれば、削除したりという対応は私からしますので。ということで、もう気がついたらですね、9時直前でございます。私ね、9時からまた、オンラインの授業ございますので、今日はこれで失礼させていただければと思います。また何かありましたら、モーニングショーを開きたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。じゃあ皆様、良い一日を。